ネットで見つけた怖い話。第5416話、シルエット。30年近く前の話ですが、中学生の頃、お世話になった先生が教えてくれた怖い体験談を娘に話したら、ここに書き込めと言われましたので、お邪魔させていただきます。2チャンネルを。とかわからないおばちゃんなので、逆に読みづらかったらごめんなさい。おまけに長いです。すみませんがよろしくお願いします。私が通っていた中学校は、戦時中に戦闘機の工場と滑走路が目の前にあり、戦後は民間の工場と学校とに敷地を分けられたそうです。現在はありませんが、私が在学中には高台にある学校の裏手、崖部分に防空壕や戦闘機を格納しておく、大きな横穴がいくつもありました。古く歴史があり、その当時から怖い噂が多くあった学校でした。現在その中学校に通う息子によると、今でも脈々と受け継がれているようで、聞いたことある話がたくさんありました。体験談を教えてくれたのは、数学の T 先生。当時で定年も近い女性の先生でした。その頃は先生方が二人体制くらいで交代の当直をされていました。T 先生も、夜10時頃を過ぎてから、他の先生と分担で校舎内の見回りに行ったそうです。他の先生は新校舎。T 先生は旧校舎。懐中電灯を持って各教室を見回り、異常がないか、施錠はされているかを確認する。そんな作業をしながら何か所目かの教室に入った時に、何か違和感を覚えたそうです。教室の雰囲気がどこか違う。おかしいなぁと思いながら、中まで入り込んだ時に気づかれたそうです。懐中電灯に照らされ見えたのは、吊り下がり式の蛍光灯。木製の持ち上げ式学生机。こんな古いタイプの教室あったかしら。おかしいおかしいと不思議に思いつつ、戸締まり確認だけして早く出ようと窓際まで行った時です。窓に映る教室の壁が、さっきまでと違うことに気づきました。黒板や掲示用の壁が、黒く山形の模様になっているのです。壁に大きなギザギザ模様ができているような。驚いて振り返りよく見ると、山形の模様に見えたもの。それは模様などではなく、防空頭巾をかぶった子供たちが、壁際にずらりと並んでいるシルエットでした。皆一様にうつろな目で、言葉を発することなく、ただじっと先生を見てきます。叫ぶこともできず、ハウハウの体で教室から抜け出し廊下をはうように進んでいるところで他の先生に会い、そこでやっと、助けて、と声が出たそうです。ネットで見つけた怖い話。第5417話。犬小屋。知恵袋の話。投稿者が小さい頃、祖父母の家に連れられて帰省した最後の日。早朝に投稿者が兄と遊んでいたら、男の子が二人遊ぼうと声をかけてきたのでいいよと言って、男の子の後をついて行ったら、ちょうど男の子が入れるくらいの犬小屋があって、そこを男の子が二人、入って行ってしまったらしい。投稿者も後に習って犬小屋に入ろうとしたら、そこには子犬2匹しかいなかったそうな。子犬が人間の姿になって何とかして自分たちを飼ってほしいと哀願したのか。少し切ない話だった。ネットで見つけた怖い話。第5418話。坂部。秋田のマタギたちの間に伝わる話に、坂部、というのがある。坂部とは要するに叫ぶの方言であるが、マタギたちが言う。坂部、とは、山の神の呼び声を指すという。山の神は時たま、その神力を持ってマタギたちに、坂部、ことがあるという。秋田県は北秋田市に住む山大和倉というローマタギの表現によると、山の神の声は、細く硬い声で、遠い遠いところで響く小の音に、似るという。
岩倉またぎは人生で2回、この山の神の声を聞いたそうで、頭を強打して気が遠くなった時のような、耳鳴りのような、どちらかといえば振動、あるいはテレパシーのようなものであったそうである。山の神の、坂部、は大体吉祥であり、しかも集団で狩りをしていても全員には聞こえず、その狩猟組の頭領、スカリ、か、もしくは一、二を争って腕の立つ者にしか聞こえない。東方より聞こえる、坂部、が最もよく、その方向に進むと必ず獲物を授かったという。ある時、大平山奥地のイグス森という場所で、アルマタギがこの、坂部、を聞いたという。それから、坂部、の示した方角に二里あまり進むと、果たしてそこには今までに見たことがないような曲魔が入り、捉えてみると七尺五寸を超える、月のワグマとしては規格外の大物であったという。また不思議なことに、この、坂部、はマタギだけでなく、留守を待つ村の者たちにも時折聞こえる。そんな時は必ず漁の成果があった時であるので、そんな時はいち早くマタギ衆を迎える準備をするという、山境の人々に聞こえる不思議な神の声の話。ネットで見つけた怖い話。第5419話、誘う。小さい頃こんなことがあった。自分は妖寺園という寺の中にある施設に通ってた。内気な性格、友達はいなくていつも一人ぼっちだったんだ。ある日寺に園児と先生で和尚さん、園長、農協を聞きに行って自分たちはひたすらそれを聞いてた。自分は一番外側に座ってたんだが突然後ろから丸々、俺の名前、を呼ぶ声が聞こえて、外を見てみたら若い姉ちゃんが立ってて何？って聞いたらその姉ちゃんが、暇そうだから一緒に遊ぼう、と言ってきた。でも自分は、でも先生に怒られる、と言ったら、誰も気づかないよ、試しに外に出てごらん、と言うから立って外に出るんだが、先生は何も言わないでお経を聞いてる、あれ？誰も気づかないのかと思った。したらその姉ちゃんが、ね、だから遊ぼう、と言ったので、いいよ、と言って姉ちゃんのとこに行った。そしたら、じゃああっち行こう、と言いながら自分の腕を引っ張ってくもんで黙ってついてったら、裏の墓地に行くもんで、そっちはお墓だよ、と言うと、いいのよこっちで、というので、少し怖くなり、やっぱ戻る、と言って帰ろうとしたが強く腕を握られて帰れない。離して、と言ったら、さっきまでの姉ちゃんの顔が突然穴が開いたみたいに真っ黒になり、低い男みたいな声で、いいからあっちに行こういいからあっちに行こう、と、言ってどんどん墓の向こう側に引っ張られるので泣き叫んだが誰もらえず、もうダメと思った瞬間気を失った、気がつくと妖寺園の中で寝かされてて、先生が心配そうに見てた。自分はさっきのことを思い出しまた泣いた。後で聞かされたがどうやら自分がいつの間にか消えてて敷地内中探したら墓の外れの林の入り口付近で倒れてたらしい。で、その時に見たことを話したが先生は少し深刻な顔をしながら、連れてかれなくてよかったわね、と言った時本当に恐怖を感じた。てか先生は何か知ってる感じだったがそいつのことを聞くのはよした。だってなんか怖いし。ネットで見つけた怖い話。第5420話、検査。実はなんであまり怖くない、つか、それじゃスレチか。怖い話というか、相談。俺は、霊感というものが全くない。霊そのものは存在しても不思議じゃないという考えだが、自分がそれを見たことは一度もなかったし。そういうものを見る力が自分にはないんだと思っていた。俺は、病院勤務で、とあるかの検査を担当している。いくつか病院を掛け持ちしているんだが、そのうちの一つでだけはどうにも感じるんだな。名前を聞けば日本中誰もが知っている大学病院。他の病院では今までと同じように何にも感じない。やっぱり、患者の数が多いところはそういうのが、集まっているんかね。最初は、
もう一人の検査員の様子を伺うために自分の後ろの検査台の足元を覗き込んだ時だった。いつも患者を座らせているところに男の人と、思われる足が見えた。両足、何の物音もしなかったので、随分静かに検査しているんだなと思ってちゃんと振り返るとそこには誰もいなかった。その件から、時折視界の隅に人の気配を感じるようになった。振り返るともちろん誰もいない。友人にその話をすると、そういうのは大抵メガネなんだよ、と。メガネに後ろの景色なんかが反射してチラチラと見えることがあるらしい。そういうもんかな、と思って俺もだんだん気にしなくなっていた。しばらくした日のこと、俺は、患者を呼ぶためにマイクで待合室に放送をかけた。ちょっと待っていると、検査室の裏の方の入り口を人がタタタッと走りすぎるのが見えた。間違えて裏口の方から入っちゃったか、そっちからじゃないのになんて思いながら俺も裏口に駆け寄ってみると、右を見ても左を見ても誰もいなかった。速度的に考えて廊下の突き当たりの出口まで行くのは不可能だし、折り返してたらその様子が見えるはず、今回はやけにはっきり見えたななんて思いながら、振り返ると、俺が呼んだ患者が表の入り口付近で不思議そうにこっちを見ていた。もちろんさっき裏口で走り去った人影とは別の服装だった。それからさらにたったある日のこと、検査中にトイレに行きたくなった俺は、白衣を置いて外来のトイレに向かった。目の前5メートルくらいに男性がいて、その人もトイレに、向かっている。天気が気になっていたので、窓の外の様子を見るためにその人から視線を外す前に、その人がトイレのドアを開けたのまでは確認していた。視線を戻すとトイレの入り口のドアの窓から老人がこっちを見ているのが見えた。なんか変な動きをしている。寒風摩擦って言えばいいのか、手を肩のあたりまで。上げて、左右にカクカク動かしていた。右手が外側に動くと左手は内側に引っ張られみたいな感じ。病院だし老人も多いし、もちろんその中にはちょっとボケちゃっている人もいる。あまり様子がおかしければ家族か看護師を呼ばないとななんて思いながら、ドアの取手を見るためにまた視線をそらし、入り口ドアを開けてトイレの中を見ると誰もいなかった。嘘?と思い二つある個室の中まで覗き込んだが誰もいない。今までと違い、ちらっと見えるという感じではなかったのでその時はさすがにゾッとした。最初はちらちら見えるだけだったのが、足音が聞こえ、今度はドアを開けるところまで見てしまった。なんかだんだんリアルになってきているというか近づいてきている感じがするんだよね。俺がおかしくなってきているのかな。こういう時どうすればいいものか、誰か教えてくれませんか。ネットで見つけた怖い話。第5421話、競争。昔聞いた話、陸上部の練習中だったという。体験者は部員たちがトラックを走るのを友達と眺めていた。部内一の旬足を誇る A さんが、なぜか今日に限って遅い。本人は懸命に走っているらしいが、なぜかスピードが出ていないという表情だったという。どうしたんだろう?と友達に聞いても、練習だから抑えてるんじゃないか。との返事。そうこうしているうちに、その A さんが自分たちの前を走り抜けた。ぎょっとした、毛も耳もない、真っ白な卵のような身体に、足が4本ついているだけのものが、必死になって A さんの後を追いかけていたのだという。走り終わった後の A さんの後ろには何もいなかった。不思議とこれは体験者にしか見えていなかったという。ネットで見つけた怖い話。第5422話、足の痛み。やっぱり自分的にはシャレにならないくらい怖い話だったので書き込ませていただきます。これは自分が中学生の時に体験した話です。当時中学2年生だった自分はバスケをしていました。
6月中頃のことでしょうか。ある時自分は左足にチクリとした痛みを感じるようになりました。ですが自分は日頃からいつの間にか足に怪我をしていたりしたので、その時も気のせいだろという感じで放置していました。それからだいたい1週間経つか経たないかのことでしょうか、もうその頃には左足の痛みが腰の左あたりまで移動してきて、自分で立ち上がることが困難なほどの痛みになっていました。この時になって初めて、これはただことではないと感じた自分は親に、腰の左あたりが痛いんだけど、と相談しました。するとお払いをしようということになってしまい、家族の代表として自分がお払いに行くことになりました。そして自分では歩けなかったので病院で麻酔打ってもらってから、その神社へとこう、買いました。その神社は確か光神様と親戚の人に呼ばれていたのを覚えています。神社に着くとすぐに若い男の人が左足を引きずって出てきて、神社の近くにあった小屋に連れて行かれました。その人はバイクの事故で腰の骨がずれて神経を圧迫してしまっているそうで、左半身が麻痺してしまっているそうです。そこで男の人に、いつ頃から痛みが出ているのですか？といったことや、何か罰の当たるようなことはしていないか？といったことを聞かれました。その時の男の人の対応はとても事務的でした。そして最後に、このお札を自分の部屋の入り口の上に貼っておいてください。と、言われて母が、お払いは必要ないのでしょうか？と聞いたのですが、これぐらいなら大丈夫で、しょう？と言っていたのがなぜか知りませんが記憶に残っています。そのお札をもらって自分の部屋の入り口の上に貼って、これで今日は安心して寝ることができる。と思って、ぐっすり寝ようとしましたですが、なんとも言えぬ気持ち悪さで眠ることができませんでした。必死になって寝ようとしていると階段の方から何かを引きずっているような音が聞こえてきました。ズズズッピシ、ズズズッピシ、という音だったと思います。正直言って怖がりな自分はそれだけでも泣きたくなるくらいに怖かったのですが、物音を出したら、その音を出している相手に気づかれてしまうと思って布団をかぶって必死で息を殺していました。恐怖で歯がガチガチと音を出しているのがわかります。さらにもう6月だったので布団をかぶっていると半端ではない量の汗が出てきて息が荒くなってしまいます。それでも我慢して隠れていると、自分の部屋の扉に前で足音が止まりました。そうだ、今日お札をもらったから入ってこれないんだ。と安心しました。しかし少しするとギーと扉が開きました。もうその時点でパニックになってしまって、その後はあやふやにしかわからませんでした。ですが途中でバリバリという紙を吐く音と何かを飲み込むような音は聞きました。その時にシルエットだけ見た感じでは喉仏があったので男じゃないかと思います。翌日の朝になるまで布団に隠れて泣いていました。その後6時にセットしておいた目覚まし時計が鳴り始めたのを聞いてすぐに母の元に行き事情を話してお払いしてもらうことにしました。そして一緒に2階に行って初めて分かったのですが、お札が履かれていました。しかも左半分だけが、その後に昨日の神社に行くと昨日とは違っておじいさんとおばあさんが出てきました。おばあさんに会うなり、昨日はお払いの準備をさせてもらっていたのですが、なぜいらっしゃらなかったんですか？と言われて、自分と母は昨日もここに来て若い男の人からお札をもらったことや、お払いはいらないと言われたこと、そしてその男の人からもらったお札が左側だけ破られてなくなってしまったことを伝えると、おばあさんの方が、それは大変だったねえ、と言ってくださり、それを聞いて自分は大泣きしました。のごお払いをしてもらって男の人のことを聞いてみると、おじいさんが、そのような男性はいません。ところでその男性は左足を痛めてませんでしたか？と突然聞かれたので、確かにその人は左足を引きずっていたということを伝えると、私は、その人があなたをたたっていると思うのですが心当たりはありませんか？と聞かれました。しかし自分はその若い人は見たこともないと伝えると、拾っちゃったのか、と言われていました。最後にそのおばあさんが、死ななくてよかったねえ、と言っていらっしゃるのが聞こえて鳥肌が立ちました。
これで自分の怖い話は終わりです。投稿の文字数が多すぎて分割してしまい大変見にくくなってしまいました。最後まで読んでくださってありがとうございました。ネットで見つけた怖い話第5423話、やまない音。酔いを覚ますために自販機で飲み物を買いに行った時のことなんだが、その日はどうも耳元が落ち着かなかった。その時は伝統のあのじいって音かな?とか思ってたんだが、よくよく思い返してみたら人の声。樹園のあの、ああ、って音をマイルドにした感じ。だってことに気づいた。自販機で飲み物を買ってる時も、そこから家まで戻るまでその音がずっと耳元で鳴っていたことに気づいて寒気がした。で、その日から夜に外に出ると、必ずと言ってもいいほど耳元で同じ音が聞こえる。幸い家の中で音が聞こえることはないが、窓の向こうでは時折音が聞こえるから、そこに何かがいるのはわかる。今のところ実害はないが、家の中でも音が聞こえ始めたらさすがに霊能関係に相談するつもりだ。ネットで見つけた怖い話第5424話悪夢。もう7年ぐらい経って覚えてる人も少なくなったのではと思いかくわ。当時俺はオカルト板を利用して人の見た悪夢を募集するスレを立ててそれを転載する HP を作った。オカルト好きで2ちゃんのまとめ HP みたいなの作りたいなぁと思ってた俺は、当時まとめスレとかほとんどなかった。シャレコアはサイトあるし、誰でも体験する恐怖体験である。悪夢、なら簡単に集まるだろうと思いついたから。ちなみに PC のログを見ると悪夢スレはもうあるから転載して良い人だけ書いてくださいという。なるべく無断転載は避けるという先見の明ではろた。作り出すと HTML 調べると楽しかったし、転載していいよって人も多くて結構面白くて充実してた。しかしちょっと問題もあった。夢見るとき見覚えのある夢ばっか見るようになったんだ。その内容は、まさに転載した内容。同じ夢じゃなくいろんな転載した人の夢を。最初の方は、自分がまとめた内容で夢見まくるとかどんだけ影響されやすいんだとか気楽に思ってた。まあそれが続くと募集してる内容全部悪夢なんだからさすがに気がめいってきた。もう途中から夢見ながら、あの話か、とか気づいてくるレベルまでなってきたしね。でも悪夢の更新やめたら人の悪夢も見なくなりました。終わり、じゃなくてちょっとした恐怖体験をしたから更新やめた。いつものように部屋でスレを見て更新ないなぁ、話のストックなくなれば悪夢見なくなんのかなぁとかぼーっと考えてたら、いきなりポン、って肩を叩かれたと同時に、まだ続けろ、って男の声がした。それだけ、ほんとそれだけ。もちろん部屋に俺しかいないし振り返っても誰もいない。ギャー、ってよりは、って気持ちの方が大きかったのでその後も PC いらって普通に寝て起きてとりあえずもう悪夢のまとめはやめようって決めた。なんだったんだろうなぁ、あれは。でわざわざスレに書いてくれた人ばっくれてごめんね。ネットで見つけた怖い話。第5425話、消えない顔。怖いかどうか微妙だけど、俺が唯一実際に体験した話。今は倒産してしまったんだけど、昔、卒業アルバムを専門に制作する会社に勤めていた。日本全国から写真が来れば、心霊写真的なものが多少はあるんだ。で、そういうものは入らないようにトリミングしたり、フォトショで修正したりする。それはある学校の修学旅行での集合写真だった。あるべきないはずの場所に、かなりはっきりとした顔が写っていた。写真のバランスを考えるとトリミングでカットできる場所ではなかったので、フォトショで修正をした。作業自体は簡単だしすぐに終わって、確認のためにプリンタで出力すると相変わらず顔が写っている。元データを出力してしまったか、
修正レイヤーを消したまま統合してしまったかと思い、修正後のデータを開くとやっぱり顔が映っていた。再度やり直し、今度は修正したデータを開いたまま出力紙にはまた顔が映っている。もちろん、開いたままのデータには映っていないし、今度はデータの送信ミスもない。開いたままの修正データを一度閉じて再度開くと、消したはずの顔が浮かび上がっていた。この後どう処理をしても、データを閉じて再度開くと、顔は復活していた。たまらず栄養に相談。先方の写真館に連絡をすると、やっぱり消えませんか。との返事。先方でもいろいろ試したが出力すると復活していて、どうしようもなかったそうだ。結局、このクラスだけはひどく偏ったトリミングでの制作となってしまった。後にも先にも、修正しても消えなかったというのはこれ一件だけだったよ。ネットで見つけた怖い話。第5426話、異様な人。小学4年生頃の夏休みのことでした。その日は、妹と留守番をしていて、暇な午後を過ごしていました。田舎に住む私たちは、特に暑い日などは、玄関や窓を開けっぱなしにして生活をします。うとうとと、していると、妹が、遊びに行く、と言いました。よく、近所で妹と遊んでくれる人がいるので、階段の踊り場の窓から、今日もその人たちが遊んでいるか、確認することにしました。窓を開け、その人たちの姿を探しますが、今日はいませんでした。しかし、代わりに別の人がいました。その人たちは、見てすぐ異様な人とわかりました。髪が逆立ち、歩き方がとても人のようではありませんでした。頭おかしい人だ。と、すぐわかり窓を閉めようとしました。しかし、何もわからない妹が、何やってるの？の叫んでしまいました。それが、こちらを見た時に、初めて女の人だとわかりました。それは、いきなりこちらに走り出してきます。急いで窓を閉め、私は、姉の部屋へと行きます。妹を引っ張っていきますが、何？と、状況を理解していません。いつも隠れて遊んでいる、屋根裏部屋へと通じる姉の部屋へ行き、妹を屋根裏へ押し込めます。いいか？絶対出るなよ。と言い残し、部屋の扉を閉ざしめて、鍵をかけます。正直、精神的な恐怖から逃れるために、ここへ来たのですが、大切なことを忘れていました。玄関が、開きっぱなしということです。しまったと、思った時には、すでに、木製の階段をすごい勢いで登ってきている音がしました。それからは、扉をだんだん叩く音と、外から窓へと、石を投げる音。一時間は聞きました。結局、警察沙汰になりましたが、未だにその人たちは捕まっていません。この26年間、一番怖い思いをしました。うまく、文章では表せないのが残念です。つい先日、夢で見たため思い出し、少しは克服をするために投稿しました。初投稿で、読みつらかったと思いますが、目を通してくれた方、ありがとうございます。複数犯だったの？ 385。二人いました。すぐ、玄関側に走ってきて、死角に入ってしまいよく見ることはできませんでした。どちらも女の人だったと思います。今日のオカルトスレ。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？モニターに映る女。810、温泉地に旅行に行った時のこと。浴槽に入った瞬間ぐにゃりとした感触を足に感じた。驚いて足元を見ると、浴槽の床全体に裸の人間がぎっしり詰まっている。思わず絶叫を上げてしまい、
慌てて風呂から飛び出した。落ち着いてもう一度見直した時にはもう何もなかった。人たちの体は仰向けにうつ伏せ、横向きとバラバラで。まるでパズルのようにぴったりと隙間なく浴槽に詰まっていた。怖い話初投稿で書きこなれてない&長くなってしまいましたが、お付き合いしていただけたら嬉しいです。ホラー好きの友人と3人で遊んでいる時に、心霊スポットに行こうという話になった。ネットを使って調べていると、行けば絶対に幽霊が出ると噂のトンネルを見つけた。中で複数人の叫び声のようなものを聞いたとか、ボロボロの和服を着た男女複数が見えたとか、体験した人の内容は様々だったけど、とにかく必ず何か起きているのは間違いないみたいだった。場所と道を確認するためネットで地図を調べていたら、トンネルとは別に気になるものを見つけたんだ。そのままの地図ではなく、意味なく航空写真にしたりもしてたんだけど、そのトンネルから少し離れたところに、小さな神社のような建物が映ってたのね。それは木々に囲まれたところにポツンとあって、地図にすると記号表記や名前は書かれてないけど、写真の状態では確実にそこにあるのね。近くに道は通ってるんだけど、そこまで繋がっている道は地図上にないし、写真でも確認できない。もう少し山の上の方にある神社は記載されてるし道も繋がってるんだけどね。小さい建物のようだから、表記されないものなのかもしれないし、実際にそういうものかもとも思ったんだけど、なぜか妙に気になった。それで友人と話をして、そこにも行ってみようということになった。552。夜になって友人 A の車でまずトンネルを目指した。それなりに山の中にあったから、険しい道を予想していたんだけど、車2台は十分すれ違えるくらいには広い道が続いていた。登るにつれて人家はなくなっていったけど、道は細くなることもなく、順調に進んでいった。しばらく走っていると、目的のトンネルの前に着いた。写真で見たのと同じで、実際に見てもごく普通のトンネルで、なんて言ったらいいのか、古くて狭かったり小さかったりすることもなく、現代っぽい普通くらいのサイズのトンネルだった。車を降りて入り口の写真を撮り、中に入った。そこそこ長いトンネルなんで、真ん中くらいまでしか入ってないけど、中を撮影してる時何回かシャッターが切れなかったことと、少しだけ霊感のある B が人の形っぽい何かを一瞬見たくらいで、心霊写真も撮れず、大した収穫もなく車に戻った。出口付近まで車を走らせたところで突然ブレーキを踏んだので、なんだと A に聞いたら、和服を着ている男が数人立っていたと言った。助手席に座っていた俺は、見えなかったし、改めて見てみてもそんな男はいない。車を降りて周囲を確認したり、写真を撮ったりしてみたけども、特別何も起こらなかった。559。トンネルを抜けてからしばらくすると、上の方にある神社へ繋がっている道に着いた。目指す建物はその道を途中でそれて、地図上で道がないところを抜ければ行けそうだった。神社へ繋がる道は狭くて車を駐車できそうな場所がなさそうだったので、その道に入る前のところに車を止めた。地図に載っている道からどの程度の距離にあるのかを事前に細かく確認し、おおよその場所を記入しておいたものを持ち、携帯の GPS を見ながら建物に向かっていきそうな道を探した。歩いていると周辺に比べて少しだけ視界が開けた場所を見つけた。木の生え方が他の場所ほど密集しておらず、地面が平らか緩やかな傾斜になっていた。そこを抜けていけば建物の方へと向かえそうだったので、改めて方角などを確認して、その場所へ足を運んだ。
建物があると思われる方へ進んでいると、途中からまた木が密集していて傾斜がきつくなり始めた。傾斜の始まりと思われるところに沿って登りやすそうな場所を探してみると、少しはマシな感じの獣道のようなところがあったので、そこから登っていった。夜の山道で雰囲気はあるんだけど、霊っぽい現象に全く出会えず、野生の獣とかが飛び出してきたらその方が怖いな、わら。などと話しながらさらに山を登っていった。560。そろそろかなと思い GPS で確認してみると、おおよそ場所は合っているようだった。懐中電灯で照らして周辺を歩いて探してみたけど、建物らしきものは見つからない。GPS や地図を見ながら何度も確認したけど、場所は間違ってなさそうだった。まあ、正確な位置がわかるわけでもないから見落としとかあったかもしれないけど。結構なところまで行かないと見つけられなそうだったため、夜だと危ないという結論が出て、日が出てる時にもう一回探しに来てみようということになった。それで帰ろうということになったんだけど、A が何か声が聞こえたと言い出した。俺も B も何も聞こえなかったんだけど、A は、まだ聞こえると言って、誘われるようにどんどん獣道を登っていった。俺と B は急いで追いかけたんだけど、A はかなりの速度で登っていて、すぐに見失ってしまった。そのまま続いている獣道を登っていったんだけど、すぐに道のようなものはなくなっていた。どうしようかと思っていると、A の叫び声が聞こえた。どこから聞こえてるのかわからずあたりを見回していると、山の下、つまりついさっき登ってきたところから、血相を変えた A が現れた。A を見失ってから数秒しか経たず、道もすぐに行き止まりになっていた。A が途中で獣道からそれて後ろに回ったのかもしれないが、何か変だった。事情を聞こうかと思ったけど、A はここはやばい、とにかく離れたい、の一点張りで全く話にならなかった。仕方ないので戻ろうと、B と獣道を戻ろうとしたんだけど、A がそっちは祠があるから嫌だと言って動かない。A を追って獣道を登っていった時に、祠なんて見なかったから、そんなものなかった。何があった、と聞いたんだけど、A は無言で、とにかく祠は避けて戻りたいとだけ言った。そうは言っても暗い中森を歩くわけにもいかないし、安全に歩けそうなところは獣道しかなかったので、B と二人でなんとか A を説得し、獣道を降りていった。一応周りを警戒しながら建物があるか確認しながら降りたんだけど、やっぱり、全くそのようなものは見当たらなかった。561。車に戻ると大急ぎでエンジンをかけて帰路に着いた。トンネルを抜けるとき、複数の人間のうめき声が聞こえ、バックミラーに人の顔が映ったのが見えたのだが、顔色を真っ青にして無言で運転している A を見たら話す気がなくなってしまった。地元に着く A の様子が落ち着いてきたようだったので、山で何があったのか聞いてみると、ぽつりぽつりと話し始めた。何かの声が聞こえたとき、なぜだか呼ばれているような気がして、そう感じてすぐ、無意識に声に向かって走っていたらしい。気づいたら、航空写真で見た小さな神社の前に立っていて、そのすぐ近くに祠が立っていたそうだ。気に隠れてしまっているだけかもしれないが、祠は航空写真にも映ってなかった。声は、まだ響いていて、よく聞くと赤ん坊の泣く声と、それに混じって女性の声が聞こえたらしい。なんとなく祠に目を向けると、這い上がろうとしているように見える手が、地面から何本も伸びているのが見えたらしい。祠の脇に足が見えたので、そっちに目を向けると、そこには派手ながらもボロボロで汚れた着物を羽織った女性が立っていて、かろうじて人の形をしている腐った赤ん坊を抱えていたらしい。
赤ん坊を抱えている手はガリガリの傷だらけで、髪はボサボサ、顔もこけていて傷が多く、目はうつろながらも A の方を見ているように感じたらしい。頭の中で響いていた泣き声に混じった女性の声の一部がはっきりと聞こえてきて、恨む呪う、といったことを繰り返し連呼していたらしい。それで、ここにいたらやばいという感情と、恐怖心から悲鳴を上げて走って逃げたそうだ。562。それを聞いて興味が湧いた俺は、A を撃った時も、車に戻る時も建物がありそうな場所は見当たらなかったけど、祠は一体どこにあったのか聞いてみた。すると A は、神社に行く時は無意識だったけど、ほぼ獣道に沿っていた気がする。神社から逃げる時も無我夢中だったからはっきりとした記憶じゃないけど、ただひたすら獣道をまっすぐ登っていったはずだと答えた。B が自分も見てみたかったとつぶやいたら、A はあれはヤバすぎるから絶対に見ない方がいい。と叫んだ。A の家について車を降りたら、A の車に無数の手跡がついていた。みんな無言になって、その日はそのまま解散になった。それからずっと祠のことが気になってたんだけど、いろいろと忙しくて時間が取れなかった。4日のうちに時間ができたので、前日に B とダメ元で A にも連絡を入れてみた。B はどうしても抜けられない予定があって、A は絶対にやめろ、取り返しがつかない、と最初は怒鳴られたが、だんだん静かになって、自分は絶対に行かない。お前もやめておけ。とつぶやいた後、何かをぼそっと言って電話は切れた。補足しておくと、車の手跡は洗車したら簡単に落ちたそうだ。563。翌日、どんなに言われてもどうしても気になったので、自分で車を出して一人で山に行くことにした。暗いと危ないし道もわかりにくいので、日が出てる時間に。念を入れてもう一度ネットで建物の場所を確認してみると、周辺に結構な数の神社があることに気づいた。前に行った時と同じように、トンネルを抜けて車を止め、山の上の神社へ続く道を歩いて行った。傾斜が緩いところから獣道に入り、頻繁に GPS で場所を確認しながら祠を探した。行ったり来たりしながら何度も場所を確認したんだけど、やっぱり獣道の途中、と言ってもほぼ突き当たりに近いところなんだけど、突き当たりより少し下ったところにあるみたいだった。獣道から外れたところも探してみたんだけど見つからない。あるはずの場所から外れたところも探してみたけど見つからない。念のため獣道の突き当たりを突っ切って、山を登りながら探してみたけど、やっぱり建物らしいものは見つからない。少し登ったら、山の上にある神社に着いてしまい、ここは確実に登りすぎ。もう一度山を降りて行って見つからなかったら諦めて帰ることにした。564。神社側から下り、獣道まで戻ってきたくらいで、俺の携帯が鳴った。少し驚いたけど気分を落ち着かせて表示を見ると、B からの電話だった。話を聞いてさらに驚いた。A が死んだという内容だった。自宅のアパートの自室で倒れている A を同じアパートの住人が発見し、119番通報したのだが、すでに息がなかったらしい。原因は、はっきりとしてはいないが、状況から心臓発作だろうと言われている。ただ、不思議な点が一つあって、死ぬ直前に書いていたと思われる。A 直筆の手紙のようなものが落ちていたらしい。B のところに警察が来た時に見せてもらったそうで、確かに文字と言われるとそう見えなくもない特徴のある形が書き連ねられていたみたいだが、全く読めなかったらしい。唯一、円、樹液、と書かれているように見えた部分があったそうだ。とにかく警察の聴取もあるだろうし、さっさと下山することにした。
565。A の死と霊の祠との関係が気になり、B と一緒に山の上の神社へ向かった。警察の聴取の時に俺も手紙を見たが、N、ジュイ、と読めそうなところ以外は、全部何が書いてあるのかわからなかった。祠のことについては、説明しても信用してもらえそうもなかったので黙っておいた。事務所らしいところから神主さんを呼んだ。奥から返事が聞こえ、神主さんが姿を現し、何か御用ですかと言った。B が話があることを切り出したのとほぼ同時くらいに、神主さんの表情が厳しくなり、強い口調で中に入るよう促した。今に案内され、俺たちが腰を下ろしたのを見て神主さんも腰を下ろして口を開いた。神主、大体の予想はつきますが、一体何のお話でしょう？ B、実は、こちらの神社の近くにある祠についてお聞きしたいことがありまして。神主、やはりそうですか。それで、見てしまったのですね。俺、Y、B、私たちの友人が、その祠を見て4日後亡くなりました。神主、わかりました。神主、本来はむやみに話してはいけないことなのですが、無関係ではないようですし、お答えできる範囲でお話しましょう。B& 俺、ありがとうございます。俺、では直球に聞きますが、あの祠がある場所は何があったんですか？そう聞くと神主さんは少しずつ話し始めた。577、遅くなってすみません。続きです。獣道の途中の傾斜が他と違っている場所は集落の跡らしく、祠が立っている場所は、外から土地を買い付けてやってきた地主の家があった場所だそうだ。この地主の男がなぜ偏僻な集落にやってきたのかはわからないらしいが、とにかく悪い男だった。当時、その集落に入るための道は一本しか通ってなかったらしく、男は自分がお金で雇った信頼のおける人物を門番としてその入り口に配置。集落の人間が外に出るのを防いでいたらしい。それから、お金と権力を振りかざして、若い女性を囲ったり、厳しい強制労働をさせたりしていたらしい。どういった形かはわからないが、外から人を招いて集落に回せることもしていたらしい。やばいのが、その男が気に入らなかったり機嫌が悪かったりすると、相手を殺して、深く掘った穴に捨てていたそうだ。2年近く経ったある日、外から招いた人物が先立って、男の殺害計画が企てられ、実行された。お金や権力があったところで、数に勝るものはなく今まで何に怯えていたのかわからないくらいあっさりと計画は成功した。男に囚われていた人々を助けに館内を見回っていると、男が現れて間もない頃に囚われた女性が赤ん坊を抱えている状態で見つかった。そこを目撃した集落の人は赤ん坊の意味を理解し、泣きわめいて暴れる女性を振り切って赤ん坊を取り上げ、男が死体処理をしていた穴に生きたまま捨てた。錯乱状態の女性に無理やり言い聞かせ、強引に引っ張って缶から離れた。その夜、軟禁していたつもりの小屋から女性の姿が消えた。缶の方へ行ったと考え向かってみると、放心状態でふらふらと歩いている女性を発見。声をかけても反応がなく、止めようと走り寄ったら、女性は穴に落ちていったらしい。それから4日後、集落は謎の大火災に見舞われ消滅した。579。その後、集落跡で大量の霊を見たり、その女性と思われる霊を見たりと、いろいろと問題が多かったらしい。特に女性の霊を見たと言っていた人は必ず死んでしまったそうだ。そのままではまずいと、穴の上に祠を、それを管理する神社を建てたのだが、霊の力が強すぎたのか、
それでも女性の霊を見る者が絶えず現れ、その度に死んでいったらしい、その神社の神主も。そこで、祠周辺を中心とし、集落を含めて全体を囲う形で神社を複数建て、祠にたどり着けなくなるような封印を施したそうだ。だから普通は絶対に祠にたどり着くことはありえないらしいのだが、ごくごく稀に、どういうわか祠にたどり着いてしまう人がいるということだった。また補足ですが、トンネルの霊については、見張りがいない。集落から逃げられる道ができたことにより、地主から逃げようとする霊や、火事から逃げようとする霊が現れている、霊道になってしまった、ということらしい。俺、見てしまった人は死ぬしかないんですか？神主、祠だけしか見てないのなら、助かることもあるみたいですが、女性の霊を見てしまったらどうしようもないです。残念ですが、悲しそうな顔をして神主が俺を見た。実は A が死んだ日、B の連絡を受け獣道を変えるとき、俺も見てしまっていた。祠と女性の霊を、神主はきっとそれらすべてをわかっていたのだろう。以上です。付き合っていただいた方、ありがとうございました。584。なんとか生き延びる方法を考えるんだ。587。お通。伝聞。特に。らしい。の多さが少し気になったかな。616。おつ、面白かった。580。王道好きよ。627。短い話で、特に面白くも怖くもないかもしれませんが、私が中学生の時に体験したことを話させてさい。私は、N 県の出身で、私が住んでいる町には地元では比較的有名なカトリック系の女子大があります。私の母はその大学の卒業生でもあり、その後の講師として働いていました。当時中学生だった私も、放課後や休みの日は母に連れられてその大学に時々遊びに行っていました。629。ある日、私はいつものように学生服を着たまま母と一緒にキャンパスへ遊びに行きました。その日は授業がない日だったようで、一部の職員とシスターがいるだけで、学生は全く見かけませんでした。キャンパスはそんなに広くないのですが、人も少なくとても静かだったのでまるでゴーストタウンのようでした。母は会議があるとのことだったので、私を置いて会議室に向かいました。中学生の私が制服でキャンパス内を歩いているとどうしても目立つので、一人の時は図書館で本を読んで過ごしていたのですが、その日は学生さんたちがいないこともあって、大学を探検することにしました。630。キャンパスの建物の中をあちこち回っているうちに、建物の外に出てしまいました。この大学のメインとなる建物は、1階の壁面がガラス張りになっていて、鏡のように外の景色の広い範囲を映しています。建物の外をぐるっと歩いてみようと思い、建物を右手側にし歩き始めました。この時私は、ガラスに映る自分と景色を眺めながら歩いていたのですが、ふと私の後方を映しているガラスに注意を向けると、後ろの方に人がいるのが見えました。その人は私と同じデザインの学生服を着ていたので、私は、同じ中学校の生徒だと思い、後ろを振り向きました。しかし、後ろには誰もいません。631。おかしいな、見間違いかな、と思ってまたガラスを覗いてみました。やっぱりいます。これは変だ。そう思った瞬間、その人はこちらに向かって、ものすごい勢いで走ってきました。パッと後ろを振り向きましたが、やはり誰もいません。ガラスに映っている中学生は、両手を大きく振る奇妙なフォームで走りながら、どんどん近づいてきています。
混乱してしまった私は、その場から動けなくなっていました。632、どうしようと思っているうちに、ガラスに映る。その人は、ガラスに映っている私の目の前まで迫ってきてしまいました。ぶつかる。そう思った私は、ガラスを見ながらどうにかして避けようとしたのですが、あることに気づいて、恐怖で体が固まってしまいました。633、ガラスの中で、こちらに向かって走ってきた。その人は私でした。顔も髪型も、体格も着ている制服も、全く同じ間違いなく私でした。ただ唯一違うのは、その、私の表情が、気味が悪いくらい歪んだ笑顔だったという点でした。ガラスに映っている、その、走ってきた私は、立ち尽くしている私の横を通り過ぎると、その気味の悪い歪んだ笑顔のまま、ガラスに映る景色の中を走り去っていきました。本当に一瞬の出来事でした。639、633の続きです。怖くなった私は、母たちのいるところへ戻り、自分の身に起きたことを全部話したのですが、全く信じてもらえませんでした。その大学の他の職員やシスターにも話をしたのですが、相手にされませんでした。あれからもう5年近く時間が経ちましたが、私に特に異常はありません。ドッペルゲンガーを見たのかもしれませんが、今のところ大きな事故や病気もなく、健康にしています。ただ、私のこの体験は見間違いや白昼夢ではなく、間違いなく現実のものでした。あのガラスに映るもう一人の自分を見てから、世の中にはオカルト的なものもあるのだと考えるようになりました。640、以上です。書き込むのは初めてだったので、読みにくかったでしょうか。最後まで読んでくださった方、ありがとうございます。やはり私が見たのはドッペルゲンガーなのでしょうか。642、ドッペルゲンガーかわからんけど面白かった。ありがとう。726、ゾッとして面白かったよ。ドッペルテより別世界の不幸なあなたが、こっちの世界で幸せに暮らすあなたになり変わろうとしてきたけど、できなかったので、せめて驚かしてやろうとしたのかなって思った。そんで、あなたのレスデイ等順2の最初の頃の漫画。確か、主人公の名前が押し切りってやつ。思い出して急に読みたくなった。728、その話聞いてちょっと思ったけど、ドッペルゲンガーって別世界で不幸な死を遂げた自分なのかね。世界を移動できるって生きてる人間のできることとは思えないし。729、ちょ怖いわ。ゾッとした。676、某SNS でも書かせていただいたから見たことある人もいるかも。2年ほど前の話です。広島からから都内の会社の内定式に参加した私は、そのまま会社近くのビジネスホテルに一泊することにした。そのホテルは1、2階が証券会社、3、4階が客室。5階がフロントで、そこから上がまた客室という、変わった作りのホテルだった。続く、680。676続き。チェックインを済ませた私に渡されたのは4階2号室の鍵。4階に降りた私が自分の部屋を探してフロアをうろうろしていると、1枚のドアに目が止まる。その扉には部屋番号のプレートがついていた跡はあるのだが、肝心のプレートがついていない。部屋の配置図を見ると、やはりそこは15号室らしい。続く、682、680続き。一部屋も無駄にできないその手のホテルでせっかくの部屋が潰してあるのだから、客室でどなたかがお亡くなりになられて使えないんだろうと思った。私は、
自分の部屋を探し出し、入っていった。翌朝も早かったため、一刻も早く眠りたかったので、23時前にはベッドに潜っていたが、どうにも寝つきが悪い。部屋の空調を調整しても何をしても眠れない。テレビをつけてぼーっと眺めて時間を潰していたら午前3時半ごろ、うとうとし始め、いつの間にか眠りについていた。684、680に続き、少しするとパッと目を覚ましてしまった。起き上がろうとすると体が動かない。金縛りだった。それと同時に耳元で誰かが、あはは、あはは、と笑っている声が聞こえた。声の方を向こうとするが、金縛りのせいで体が動かない。なんとか眼球だけ動かせることに気づいた。声のする方へゆっくり目を向けとそこで笑っていたのは真っ黒い塊だった。寝るためにメガネを外していたのではっきりとは見えなかったが、私にはそれが、人の頭、のように見えた。685、その笑いかけてくる人の頭のような黒い塊はスーッと天井近くまで上がって、左右に揺れながら私に向かって、あはは、はは、あはは、と笑い続けていた。恐怖で声の出ない私は、揺れながら笑う塊を見続けていた。なんとかこの場を逃げ出したい私は、ありきたりだが、心の中で必死にお経を唱えた。するとすっとその塊は消えて金縛りも解けた。後日わかったのですが、やはりそのホテルは、私が宿泊する一月ほど前に同じ4階で男性が、焼死体で発見される事件があったそうです。そしてその方が焼死されたのは私の誕生日と同じ9月7日だったそうです。という体験談です。686、このホテル？リンク。687、あ。日にちを載せたのはまずかったですね。693、本当についさっきあったことなんだけど、お盆の集まりで食べ過ぎたので夜のウォーキングをしていてその帰り道、電灯も暗く空き地の前で人通りも全くない通りで、ランニングシャツにリュックを背負ったじいさんがうろうろしていた。そのじいさんが、〇〇橋はどこですか？と話しかけてきた。自分はその橋を知らなかったしここ近辺は路地裏と言ってもいいくらい、道が入り組んでいて知っていても説明しづらい。こんな時間になぜ橋などへ？となんとなく怪しい感じがしたので、ちょっと待ってください、と言って数メートル先の家の橋って言った。家族にもその橋を知っているか聞こうと思ったのだ。だけど家族がもう寝ていたので、やっぱわからん。役には立てません。ってことを伝えようと外へ出たら、じいさんがいるべき場所にはじいさんはいなくて、代わりになんだか廃れた感じの携帯を持った男が二人いてこっちを見ていた。あのじいさんにちょっと待てと言ってから2分も経っていないのに、慌てて家にまた帰って家中の鍵をチェックした。もしあの時、〇〇橋ですか？みたいに立ち止まっていたら、あの男たちによって何か犯罪的なものに巻き込まれていたんだと思う。694、それ山下が白を探してる男たちだ。696、男たち、画伯、のに咲く花のように。698、何年か前の夏の夜のこと。どうにも暑くて寝苦しくなった俺は、目を覚ますと、目の前に人の足が見えた。首だけ動かして上を見たら、足の主は親戚のおじさんだった。おじさんは何ヶ月か前から癌で入院していて、夜中にこんなところへ一人で来るはずがなかったから、俺は、直感で、ああ、おじさんは亡くなったんだな、って思った。俺が子供の頃からおじさんはよく一緒に遊んでくれて、とても優しい人だったし、全然怖いとは思わなかった。
不思議だとは思ったけど、安らかな気持ちになって俺は、そのまま目を閉じて眠った。翌朝、起きて今に行ったら母親から昨夜遅くにおじさんが亡くなったことを聞かされた。ああ、やっぱりなって感じだった。子供のいなかったおじさんは、俺を本当の息子のように可愛がってくれたし、きっと最後のお別れを言いに来てくれたんだな。ここまではよくある話。699。次の日、おじさんの葬儀に参列した俺は、慣れない葬式に疲れて、その日の晩は早めに床に着いた。ほどよく眠気がやってきてうとうと仕掛けたとき、また目の前におじさんの足が現れたんだ。今度は俺もお別れを言うために、おじさんを見ようとして顔を上げた。そしたらおじさんの顔は真っ青で無表情だった。頭の部分には何か黒くてもじゃもじゃした毛の塊みたいなのがくっついていて、それが左右にブルブル震えながら動いているように見えた。それ見たら、ものすごい嫌悪感と気持ちの悪さが湧いてきて、たまらず俺は、上半身を起こした。するとおじさんの姿は消えていてどこにもいなかった。700。次の日の晩も、またその次の晩もおじさんは俺の部屋に現れた。頭の上には相変わらず黒い毛玉みたいなのがくっついていて、最初に見た時よりも少し大きくなってるように見えた。心なしか無表情だったおじさんの顔も泣いているようだ。なんだか急に腹が立ってきて、おじさんから黒い毛玉をひっぺがしてやろうと。手を伸ばしたら、途端にすっとおじさんごと姿を消してしまった。701。これはただごとじゃないな。そう思った俺は、翌日学校を休んでおじさんの家に行った。葬式が済んで、少し落ち着いたところに申し訳ないと思ったけれど、俺は、おばさんに理由を話し、おじさんの位牌を借りて寺で供養してもらうことにした。急な話だったけど、正直に理由を話したら寺の住職はすぐに供養を引き受けてくれた。住職は位牌堂の祭壇のようなところにおじの位牌と供え物を置いて、お経を唱え始めた。俺とおばもその後ろで手を合わせて、どうかおじさんを助けてください。って、必死に祈った。しばらくして、祭壇の方から突然ボタッと何かが落ちる音がして、びっくりした俺は、祭壇の下を見た。そこには、あの黒い毛玉みたいなのがのた打ち回っていて、よく見たらそれは、落ち武者の生首みたいなものに直接手足が生えたような気持ちの悪い化け物だった。702。生首は、しばらくの間祭壇の下をバタバタ暴れ回っていたけど、お経が終わる前に短い手足を動かして位牌堂の外へ逃げていった。おばもそれを見てしまったのか、すごく真っ青な顔をしてたな。今起こったことを住職に伝えたけど、住職にはあれが見えていなかったのか。わからない、と一言だけ言った。ともあれ、その晩からおじさんは俺の目の前に現れることはなかった。結局、化け物の正体が何なのかわからなかったけど、多分おじさんは亡くなって成仏する前に、悪い何か、に捕まったんだと思う。710、数年前の話。いつものように自宅でゆったり過ごす休日の昼下がり。私の耳に飛び込んできたのは、東安生高校は、5から6歳くらいの女の子の歌声でした。でもその歌声はなぜか私一人しかいない部屋の、どこかしらから聞こえてきてました。テレビやラジオがついていたわけでもないのに、上の階とか隣の部屋とか外からとかじゃなくて、明らかに今いる部屋の中から、私は別に精神や神経の病気を患っているわけでもないです。一通り歌ったところでその声はスーッと消えました。
今住んでるマンションは他にもあるけど長くなるからこの怖かった話だけ。711、小学生の時のことです。うちの蔵で遊んでいると、雑多な物入れ箱の中から狐のお面が出てきた。俺は、それを使って一発芸をやろうと思ったのだが、友達 A に先を越された。だが、お面をかぶった A の様子がおかしい。何かむごむご言いながら、両手を突き出してフラフラしている。最初こそ、ネタかと思い笑っていたのだが、こちらの声かけに反応しない A に本能的に怖くなり、お面を無理やり外した。A の目はうつろで、気を失っているようで、俺は、すぐに母に助けを求めた。母は元麻酔の医者で、何をしたのかはわからないが、テキパキと処置をして、すぐに A は意識を取り戻した。A の話によると、お面を見た瞬間、どうしてもかぶりたい衝動に駆られたという。お面をかぶると同時にパッと明るい光が見え、すぐに森のような景色が見えた。そこでは兵隊がたくさんおり、かしこまった態度で A によくわからないことを話しかけてきたという。何やら誰か偉い人に対するような言葉遣いだったとか。兵隊たちは一人一人それぞれ何か言うと、全員で気合を入れるような大声を上げ、走って行ってしまった。残った兵隊も A に対し何か問いかけてきたが、よくわからなかったという。そんなことを見ているうちに、突然腹に熱感を感じ、すぐさま痛みが襲ってきた。兵隊と女性が二人で励ましの言葉をかけながら、手当てをしてくれている途中で目が覚めたという、腹の痛みや熱感、じめじめとした空気をしっかりと覚えているとのこと。お面の詳細はわからない。報告を受けた親父が、気味悪がってその日のうちにどこかに捨ててきてしまった。A にその後異常はなく、互いに元気に過ごしている。飲んでいると未だにその話題は出るが、A と日本の戦争映画を見ているとき、あの時の連中はもっともっと汚かったぞ、特言を呈してたのをよく覚えている。715、若い頃体験した話です。暇があれば読んでください。14年前に葬儀屋で仕事をしていた時、今思えばあの夏の夕方見たのが先にも後にも一度だけだった。最初に言っておくが葬儀会社といってもいろいろ部署がある。普通イメージするのは葬儀の司会とかだと思うが、俺は、成果部という地味でいわゆる雑用の仕事をしていた。仕事の内容は、個人の祭壇に菊の花を設置していくというものだった。あの夏の日、717。今でも覚えてる。地元でもそれなりの規模でやっていた会社は市内だけで5つくらいセレモニーホールがあった。QB 市に大きなセレモニーホールと小さなホールがある葬儀場があるんだが、そこのセレモニーホールだけ雰囲気が独特だったのを今でも覚えてる。何かに後ろからじっと見られているような、仕事中いつもそのような感覚に襲われて薄気味悪かった。会社の同僚の間でもあそこに宿直行くのは嫌だという声が多かった。職業柄、いわゆる霊と呼ばれるものを見る職業なんだが、その B 氏のセレモニーホールだけはやたらと見える人が多いらしい。そのうだるような暑い夏の日、私は小さいホールの設置を一人で任された。718。当時私は、まだ25歳で、部署の中でも一番下っ端。初めて一人で任される仕事がとにかく嬉しかった。聞くと商売道具のハサミを持ってトラックで一人 B 氏に向かった。今思えば、当時は本当に若かったんだと思う。噂が立っていた B ホールに一人で行くことに何の疑問もなく、車を走らせた。花を生けると言っても時間がかかるもので、その日は正午につき夕方ぐらいの終わりを予定していた。駐車場のチェーンを開け、小ホールの前にトラックを止める。艶が明後日ということもあり、駐車場には営業の車も止まっていなく、自分一人だけというのは中に入ってみなくてもわかった。正直少し怖いな、と思いつつも俺は、トラックから花を下ろして、小ホールの鍵を開けた。719。中に入って黙々と作業をして2時間ぐらい立ち暑かったのでクーラーをつけに行くと、
電気のスイッチをはじめクーラーのスイッチがべったりと濡れていた。尋常じゃない予感に襲われた俺は、少しでも気を紛らわすために、仕事をしながら彼女と電話で話をしていた。というか嫌いや付き合ってもらっていた。すると少しすると突然電話が切れる。電波が悪いかなと思い外に出て、電話をするが圏外になっている。まあ、その時は何も思わなくて、本当に少し気が紛れていてまた仕事に戻った。夕方4時ぐらいには一通り終えた俺は、手を洗いにトイレへ行った。720、小ホールからトイレまでは廊下で一本道になっている。トイレに入り、用を足した瞬間、セレモニーホールの方からアナウンスが流れ出した。その瞬間、出ていた尿まで止まってしまい走って戻ったのは今でも忘れない。多分、壮絶な表情をしていたんだとと思う。幸い、トラックを小ホールの前に止めていたので片付けは楽だった。最後にゴミを積んで助手席に置いたホールの鍵を取ろうとしたとき、見えてしまった。722、助手席のガラスに映った赤いドレスのような服を着た親子が二人でこっちを見ている。もう一人は小さい男の子が見えた。よく幽霊を見た時のリアクションとして漫画やドラマでやー、とかうわーみたいに、叫んだりするのがあるが、あれは嘘だと思った瞬間でもあった。その時凍りついてしまった、ガラスに映る親子の姿、よく考えたら葬儀場に来る一般の人は、喪服の黒色以外ありえないのに、そこに映った親子は赤いドレスに子供は帽子をかぶっている。自分の後ろにいるのは、もうこの世のものではないと気づいた。俺は、ホールの鍵も閉めずに助手席からそのまま運転席に移り、左側を見ないように車を発進した。その時も、間違いなく俺の左側にいた。5メートルぐらいの距離に。最低だが、鍵を閉めずにそのまま本社まで逃げるように車で帰った。723、後日談だが、営業から聞いた話によると、その時 B ホールで行われた葬儀はどうやら密葬だったらしい。一家心中と当時の新聞にも小さく載っていた。その例を見てからというもの、俺は、片方の耳が聞こえなくなってしまった。終わりです。724、耳との因果関係は何？耳鼻科には行ったの？725、精神的ストレスで耳聞こえなくなる人はいる。その類じゃないか？幽霊見たのがよほどショックだったとか。733、体験談と人に聞いた話を少しごちゃ混ぜにしますが書き込みます。武道をやっている方でしたら体験した方もいるのではないでしょうか？734、自分は親の影響で2つほどの武道を掛け持ちしていて、あまり印象はよくありませんが、両方とも武器を使わず片方はかなりアッポイ組手主体もう片方は肩が主体の武道の流派です。この体験は組手主体の方で体験したことです。武道に関わらずスポーツの世界ではプレイ中に気分が PGH になることがよくありますが、一瞬気を抜いたら突きや蹴りが迫ってくるという武道独特の極度の、緊張したではよくよくわからないことが起きます。はっと気づいたら試合が終わっていてなぜか勝っていた。鼻や腕が折れているのにそのまま痛みもなく普通に殴れる。痛みというものが別の感覚になってくる。自分は殴られる痛みがくすぐられたような笑いに変わっていくことがあります。相手が人ではない何かに見えてくる。本題は一番下の。相手が人ではない何かに見えてくる。というものです。735。道場の中では組手というのは数をこなすと上手くなるというのが考え方で、もう一歩も動けないというコンディションからが本番というかなり厳しい教えられ方です。その練習の中で痛みや疲れなどがピークに達すると時々ゲシュタルト崩壊みたいに、目の前にいるこれは何なんだ？というような意味不明な思考に陥ることがあります。それ自体は周りの友人にも聞いても結構な頻度であるのですが、
自分が一番恐怖に陥った体験があります。その時も追い込みに追い込みをかけられて、あ、これはまたあれか。とその時は普通にいつものあれかと思いましたが、なぜか、目の前にいるものがいつものあやふやな感じではなく、すごく存在がはっきりしているのです。ただし目の前に見えたのは人間とは思えないようなものでした。全身が真っ黒で目も鼻も口も何もないのっぺりとした姿、形はかろうじて人間だが足はない。そして何人もの男が組手をやっていて、ものすごい音のはずなのに、その時気づいたら周りの音が一切聞こえず無音。ただ自分はなぜか目の前にいる異様から目を離したら死ぬと感じ、一心不乱にそれと戦っていました。何分か何十分かわかりませんが、いつの間にか目の前の異様は、戦っていた友人へと変わり、周りの音も普通に聞こえてきました。736、練習が終わった僕に手をしていた友人に、イコール、上記のことを説明、イコール、自分その時どんな感じだった？と聞くと、普通に組手やっていたよ、特に変わりなく、と全く、何もなかったのかのように返答してきましたが、続けて、ただ一瞬だけよくわからない方向を殴っていたな、と硬質紙で言ってきました。その後は特に大事もなく日常を過ごしていましたが、つい最近道場での集まりで師範にその話をする機会がありました。師範はその話を聞くと嬉しそうな顔をしてこう言いました。それは俺も大学の時に体験したことがある。それはそれと思っておけ。その後師範に言われたことを要約すると、それは師範の知り合い中でも体験したことがある人も多く、有名とまではいかなくとも知ってる人は多い。姿形は結構変わるらしいが、全身黒い、足がない、極度の恐怖心にいじまれるなど共通点も多いらしいです。自分が精神的体力的に極度に疲れた時に現れる。それが現れると将来強くなるというジンクスがある。師範はそれを喜んでいましたが、自分は全く笑えませんでした。その後、じゃあ強くなれるように練習だな、と言われ、それとの、開口なんぞへみたいな恐怖を与えられました。終わり。744、異様のもの以外は普通のことばかりだけど、異様のものは、危機感やらで脳が何かを錯覚して見てしまうのか、オカルト的なものなのか、興味深いね。754、初めて書き込むのでいろいろおかしいところがあると思います。温かい目で見てください。自分の学生時代の話です。当時の自分はバレーボール部に所属していて、夏休みの中盤に差し掛かった頃、学校の宿泊施設で合宿が行われました。夜練が終わり、11時頃のことです。一年生だった自分は他の一年生部員と、洗濯をしていました。無事異常もなく洗濯も終わり、やっと寝れると思っていると、明かりのついていない体育館からピアノの音がしたのです。どうやら他の部員も聞こえたらしく、怖くね、わら、と言っていました。が、その部員も寝てしまって、自分一人だけが起きている状態でした。しかも、そのピアノの音が曲ではなく、ただ弾き鳴らしているような状態でした。755。しばらくは寝てしまえば忘れるだろうと思い目を閉じていました。しかし、全く眠れず、だんだんとこれはまずいと思い始めました。そこで、管理人室にいた副顧問の先生に、体育館でピアノの音がするので、見てきてください。と、頼み込みました。先生も睡眠を妨害されたので多少不機嫌でした。先生が体育館を見に行ってもらっていると、突然音が止みました。帰ってきた先生に、どうでした？と聞くと、近所の子供が来ていてピアノ弾いていたから返した。と言いました。とりあえず早く眠りたかった自分は、なんだ子供でしたか、わら、お手数取らせてすみません。と言い、その日は寝ることにしました。759、翌日の朝食時に、
昨晩一人で早く寝てしまった部員に事の次第を教えました。すると、その部員が、なんで、暗い体育館でピアノ弾いてたんだろうなぁ、と疑問に思っていました。その後は何事もなく合宿も終了しました。つい先日のことです。みんな別々の進路に行った部員たちと久しぶりに飲もう、と言われ行ってみると、副顧問の先生が呼ばれていました。懐かしいなぁと思いながら、昔のことを話していると、あのピアノの音のことを思い出しました。副顧問の先生に聞いてみたら、そんなこともあったなぁ、うろ覚えだけどあの時お前に嘘をついた、と言ってきたのです。実はなぁ、あの時見に行ったら誰もいなかったんだよ。ステージの上のピアノが勝手になっているようだった。自分も寝たかったしお前を安心させるために嘘をついたんだ、と言っていたのです。なぜ、ピアノが鳴っていたのかはわかりません。しかし、そのピアノは今も母校のステージ上にあります。長文失礼しました。768、廃校の話。肝試しで有名な廃校があったんだ。詳しい場所は言えないけど。そこに入った人は、帰ってくると、指やら腕やらに切り傷を作って帰ってくる。ひどい人は指を切り落として帰ってくることもあった。そこは解体しようとしても大工が誤って指を落としたり、いろいろ不幸が起こって手をつけられなかった。何回か解体しようとしているうちに、しわしわのおばさんがやってきて、壊してはならん、壊してはならん、とつぶやくんだよ。あまりにもしつこくて不気味で、追い返そうと関係者が話しかけたんだ。するとそのおばさんは、その学校の教員だったらしいんだ。770。そのおばさんの話、その学校がまだやってた頃、すごく美人な子供がいたんだって。頭も良くて美人で優しくて、すごく男に人気だったそうだ。あやとりが大好きで、あやこさんってあだ名で呼ばれてた。廃校になる原因は、あやこさんが4年生になった頃。ある女の子が、好きだった男の子をあやこさんに取られたから、殺してやろうと思ったんだって。あやこさんは男の子から話しかけられて忙しいから、授業中に手紙であやとり教えて。って人気のないところに誘って、あやとりの紐で首を絞めて殺しちゃったんだ。771。あんまりにもゾークてゾークて、締めすぎて首が取れちゃったんだって。あやこさんは本当にファンの人たちが多かったから、学校は殺人犯を育てているだの批判を受けて、生徒が入らなくなってその学校は廃校になっちゃった。教員だった頃のおばさんが、転職を余儀なくされて、名残惜しいから学校を一通り見納めてから帰ろうとしたんだ。トイレまで来てから、あやとりしましょ、あやとりしましょってあやこさんの声が聞こえてきたんだ。ドアを開けると、首のないあやこさんが立ってて、細いのに丈夫そうな紐を2本持ってて、便器の中に頭が落ちてて、あやとりに勝ったら、返してあげる、ってうつろな目で言うんだ。どっちが早く技を完成させるかどうかだったかな？紐を受け取って、勝負して、先生がなんとか勝ったんだ。するとあやこさんが消えてるんだ。体も頭も紐も。外に出ると、すっぱり切られたネズミとかゴキブリとか、生徒だった子の体の一部とか、いろいろ落ちてらしい。それから肝試しに来た人たちの間で、あやこさんの呪いと呼ばれるようになった。あやとりに負けたら体のどこかを、運が悪ければ首を切られる。あやとり自慢の人たちが言ったっきり戻ってこなかったとか、勝負を拒否すれば指を切られるだけで済むとかいろんな噂が流れたんだと。今ではあやこさんの恨みが犠牲者たちの霊を集めてるから、解体しようとするとその人たちの呪いを受けるんだって。確かググっても出てこないはず。つまらなかったらごめん。804。映画の、
伸びたなら勝てそうだ。776。似たようなもので言えば赤い斑点とか赤マント青マントかな。おそらく昭和の学校階段の亜鉛の一つだろう。綾子さんという響きも花子さんから来ているっぽいし。778。あやとりから来てるんだろ。784。親父の実家に帰って親戚と飲んでたら、怖い場面に出くわした。いた違いかもしれんけど、書き込んでみてもよい？785。どうぞ。786。ではお言葉に甘えて。俺のおじさんはとある特殊技能を持ってる職人をしていた。今は悠々自適の隠居生活だけど、現役時代は月収100万を超えるなんてザラにあったらしい。昨日も二人で酒を飲みながら仕事の話をしていた。夜11時頃におじさんの携帯が鳴る。おじさんは席を立ち廊下で誰かと話している。俺は、焼酎のグラスを片手にぼーっとしてたら、おじさんの話し声が廊下から聞こえてきた。787。だから俺は、引退したんだ。もう免許も有効期限が切れてるぜ。たとえ10万でもその引き受けるのは無理だ。福島。まさか、席に戻ってきたおじさんに尋ねてみたら、やっぱり福島原発での仕事だった。1日5万で誘われたらしいけど断ったとのこと。免許の有効期限は見なかったことにすると言われたらしい。いつもなら2時3時まで飲むのにおじさんはすぐに眠ってしまった。おじさんは原発の仕事は新規建設以外、絶対に関わらないようにしているみたい。理由はもちろん、特殊な技能を持った人間でも1日5万。単純労働の仕事なら当然それ以下の金額で、幽霊の話じゃないけど怖くなった。792。これはそのなんだあれだな。シャレにできない怖い話だな。796。このスレに1年ぶりに来た。東日本大震災からもう5ヶ月経つな。それに少しだけ関係した話がつい1週間前今日にあった。一応被災地認定された件なんだが、俺の住んでるとこはあまり大きな被害は受けてなかったんだ。それでもボロい建物とかは崩れそうになったりして立ち入り禁止とか、取り壊されたりしてた。それでさ、一週間前にうちのすぐ近所の木造アパートの取り壊しが始まったんだ。3月から立ち入り禁止になってて、建物もところどころひび入ったり、傾いたりしてたから当然なんだろうが。で、そのアパートなんだけど、まあ差しがついてるとは思うがいわくつき。二つの部屋が地元じゃかなり有名なデルって場所だった。住人は全くいなかったが、ただし大家さんは、そのアパートに住んでたので、スポット買わされてなかった。俺も行ったことがあるが、大家のばあちゃんに怒鳴られた。798。で、その二つの部屋ってのが両方とも2階の部屋で隣り合ってる。片方が女が出るって部屋。その部屋では特に何も事件が起こったことはないらしいが、なぜか部屋の前とかに出るらしい。もう片方が6年前に自殺者が出た部屋。おばさんが首吊ったって聞いた。死んだはずのおばさんの目撃者多数。両方とも部屋の窓には段ボールが貼られてて、部屋の中の様子は見えない。ダンボールにはお札が一つ貼られてる。話がそれ気味になった、すまん。799。解体が始まった日のことなんだけど、アパートの横の家の子供さんが亡くなった。海で溺れたんだって。その次の日、またアパートの楽隣の家の子供さんが亡くなった。死因は知らない。二日前、アパートの隣の家の亡くなった子供の母親が亡くなった。C
死因は自殺らしい。今日、アパートの近所に住む俺の先輩が亡くなった。海で溺れたって。そのアパートの取り壊し始めて一週間ちょいしか経ってないのに、その近所で4人が亡くなった。なんでだろうな。偶然かもしれないけどさ。うちもアパートの近所だから何か影響があるかもしれないって思うとすごく怖い。まだ死人出るのかな。806。そうそう。796。だけど、うちの地元は前にも桜の木を切ったら、人が立て続けに亡くなったことがあったらしい。俺がバイトしてた接骨院の裏らへんに桜の木があったらしいんだが、切ったら接骨院の元院長、その隣のヤクザの組長、その隣のご主人がそれぞれ自殺、病死で亡くなったって。それを現院長に聞いたときはそんなことあるんだな。程度にしか思わなかったが、やっぱこの土地何かあるのかもな。地域の境だし。800。オカルトいた的には、実はそのアパートが魔を封じていたと。809。霊とかじゃないけど自分が怖かった話。実は、自分の家の最寄り駅はホームレスの溜まり場になってて、駅周辺には夏場なんかはホームレスが道沿いによく寝てる。で、よく使うコンビニのそばにそこが持ち場？なのかワンカップ片手にしてる、おっさんホームレスが、いて、そのおっさんの前を通るのが日常だった。けどある日からだんだんそのおっさん太ってきて、なのに格好がみすぼらしくなってって、変だなぁと思ってたんだけど、じろじろ見るのも気持ち悪いし臭いし、いつも通り避けて通ってた駅前だから結構人通りはあるけど、だいたいみんなそう。見て見ぬふりみたいな感じ。ある日おっさんがお漏らししたのか道路に変な水が流れたような線が、ついてて、うわーとか思ってたんだけど、その翌日おっさんがいなくなってた。後で駅前のタクシー乗った自運転手に聞いたら、そのおっさん死後一週間くらい経ってたらしい。フランシュタイの棒毎日通ってたのかと思ってゾッとした、匂いには臭かったけど、人間の腐った匂いなんて知らんがな、814。そんなところで一週間もお前を含めて、誰も人が死んでいるのに気づかないというのがシャレにならないほど怖いな、826。肉の腐臭、死臭、は半端ないぞ。人間大の生物の死臭だと、2メートルぐらいまで近づくとガキ吐く。あと夏場なら、ハエもすごかったはず。837、ハエはすごかったですね、でもいつもハエたかってるし、いつも以上にひどく。汚いなくらいの印象しかなかったです、そんなに近寄らないし。匂いも結構ありますが、でも本当に誰も気づかなかったんですよね。人間って腐るとゾンビ見たくなるイメージだったけど、外見は膨らんでるくらいで別に普通、というか。もともとガチ不老者ですから髪もヒゲも伸び放題で顔の表情はわからないし。変に服を重ね着しているので肌もあまり露出してないし。なんで気づかなかったのか自分でも不思議ですよ。811。最近経験した実話だ。夜遅く風呂に入りながら最近聞いて耳に残ってた古い歌を歌ってた。俺は、歌は下手なんでメロディーを頭で鳴らしてた。一緒に手を叩いたり、歌ったりすると素敵だね。という内容の歌さ、すると黒い何かに包まれた女の子のイメージが突然湧いたのよ。顔とか姿も結構あやふやだが、暗さや、女の子。って感じはちょっと強かった。でなぜかその歌を何度も何度も繰り返して歌いたくなったんだな。なんかいい感じがしなかったのもあったし、お付き合いする気がしなかったので。その歌のメロディがすぐ浮かびそうになるのを無理やり変えて。美味しいごちそうをどうぞ。いや、ふるさとは、いいな。って内容の歌とかを歌って。頭から追い払おうとしながら、
明るくなるまで起きてた。昨日16日の2時前後、お盆後の真夜中ってあまり良くないのかね。もし何かに会ってみたかったらお盆ちょっと過ぎの真夜中くらいに、一緒に遊ぼう、みたいな呼びかける歌を歌ってみたら、誰か来てくれるかも、だぜ。ただし自己責任な、責任は取らねえよ。以上。813。俺は、ここ3日、11時3時くらいまで、10年後の夏にまた会おうね。的な、歌をずっとリピート再生してふんふん言ってたけど、何も出なかったわ。871。おっさんの昔話でよければ読んでいってください。少し昔、といっても15年以上前の話になる。俺の地元には小さな鍾乳洞がある。田んぼと山しかないど田舎だったので、町としても鍾乳洞を利用して観光ビジネスを競争としたらしいのだが、町の資金繰りが悪化したとかで、開発半ばにして放置されてしまっていたのだ。まあ、それは仕方ない。大人の事情とかいろいろあったのだろう。とまあ、そんな感じで放置されてしまった鍾乳洞であったが、その鍾乳洞はちょっと普通ではなかった。鍾乳洞らしい入り組んだ道ももちろんあるのだが、それより特筆すべきなのは、入り口から10メートルくらい進んだ先にある広い空間だった。25メートル四方はあるかという空間に天井の丸穴から暖かな日差しが降り注ぎ、足元を流れる冷たい水はその光を反射して、まるでサファイアのように青くキラキラと輝いている。奥に行けば水深もちょうど1メートルくらいになっていたので、当時の俺たちにとっては天然のプール兼秘密基地として利用させてもらっていたわけだ。もちろん、大人たちからは鍾乳洞に入るなということをきつく言い含められていたのだが、まだ幼い俺たちはなぜ大人が鍾乳洞で遊ぶなと言っているのかを十分に理解している奴なんていなかった。872。俺たちは毎日飽きることもなく鍾乳洞で遊び、家からこっそりお菓子を持ち込んだりして、半ば自分たちの部屋のように利用していた。彼と出会ったのは、そんな夏の日。ちょうど、村の一大イベントである夏祭りが開催された日のことだった。その日ばかりは、俺たちも鍾乳洞で遊ぶようなことはなく、夏祭りの開催地となる神社で大人たちが準備しているのを横目に境内を走り回っていた。彼は夏祭りの準備をしていた大人たちの誰かについてきていたようで、手持ちぶさた君に木陰の下に座り込んでいた。彼は俺たちが遊んでいるのをしばらく眺めた後、俺が鬼ごっこの鬼になった時に、俺も混ぜてくれない?と話しかけてきた。別に良いけど、お前誰だ?田舎ではなかなか見ない垢抜けた雰囲気を持った少年に、俺は、少しだけ尻込みしてしまった。俺のそんな様子を見て彼は笑いながら、俺は、〇〇。夏休みで暇だったから、おじいちゃんの家に遊びに来たんだ。簡単に自己紹介をしてくれた。はじめはよそ者である少年に対して少しだけ警戒心を持っていた。俺たちであったが、少年の語る都会の話は面白く。一緒に遊んでいるうちに俺たちはすぐに打ち解けてしまった。だから、まだしばらく村に滞在するという少年に対して。それじゃあ、今度俺たちの秘密基地に案内してやるよ。と言ったのは、決しておかしなことではなかっただろう。873。その日集まったのは同級生の ABC、そして俺と少年を含めた5人だった。少年は俺たちから鍾乳洞の話を聞くと、瞳を輝かせワクワクした様子で、早く行きたい、と俺たちの後に続いた。狭い道を通り過ぎ、九段の空間を見た少年は興奮した様子で声を上げた。うわぁ、すっげぇ、ゲームみたいだ。そんな風に歓声を上げた少年に対して俺たちは少しだけ得意になった。
少年に奥に行けばプールみたいになっていることを伝えると、持ってきていた水着に着替えて青く光るプールに飛び込んでいった。そこに俺たちも混ざり、その時は学校のプールのように水をかけ合ったりしながら、時間を忘れてはしゃいだのだった。しばらくみんなで楽しく遊んだ後、小腹が空いてしまったので、少年と C を残して家までおやつを取りに行くこととなった。一度家に戻り、全員が揃ったのはそれから20分ほど減った頃だったと思う。俺は、お菓子と一緒にカルピスを水筒に詰めて AB と合流した。そして、3人で一緒に九段の鍾乳洞に戻ってみると、そこにいるはずの C と少年が消えてしまっていた。はじめは C と少年がふざけて隠れているものとばかり考えていた俺たちは、岩の後ろや、奥に続く穴を覗き込んだりもしたのだが二人の気配すら感じられない。いよいよやばいんじゃないかと俺たちが焦りを覚え始めた頃に、先ほどまで俺たちが泳いでいた。湖面から細かい泡がブクブクと浮き上がってきていることに気づいた。他の二人も俺の視線を追ってその泡に気づいたようで、無言でじっとその泡を見つめる。皆無言のまましばらくその泡を見つめていると、徐々に泡は小さくなりやがて消えていった。874、一体何だったんだ？他の二人とアイコンタクトを交わす。と、先ほど泡が吹き出していた場所から、サッカーボールのような半円の物体が音もなく浮かんできた。一瞬凍りついた俺たちだったが、すぐにそれがサッカーボールなどではなく子供の頭だとわかった。それも、見覚えのあるあの挑発は間違いなく都会から来たあの少年だ。おい、〇〇君、大丈夫か？ B?C がいないんだ。何か知らないか？俺、とりあえずこっちに来いよ。そんな風に俺たちはその少年らしきものに向かって話しかけるが、水に浮かんだその頭はなかなか俺たちの方を見ようとしない。そこで棒を見やした A が、おい、お前無視すんなよ。と声を上げて、水面に浮かんだ頭に向かって小さな石を投げた。ちょっと待て。お前何してんだよ。石を投げる直前に、俺と B が A をいさめたが、A を止めることはできず、石はまっすぐにそれに向かい小さな音を立てて水面に落ちた。幸い、その石が彼の頭に当たることはなかったのだが、かなり近くに落ちたせいで跳ねた水がかかってしまった。B? 危ないだろ。俺、当たったらどうすんだよ。俺たちが A に詰め寄ると、A は無然とした様子で、だって、とかつぶやいていた。そんな A から目を離し、ふと水面の方を見やると、そこにあったはずの頭がいつの間にか消えている。875、ちょっと、俺が叫び出そうとした瞬間、奥に続く細い鍾乳洞の通路から、ガボ、ガボ、と濡れた長靴を履いたまま、歩くような音が洞窟の壁に反響しながら聞こえてきた。それは小さな音だったので、言い合いをしている A と B は、まだ気づいていない。どういうわけか音の聞こえる奥の暗い穴から目が離せず、無意識にじりじりと後退する。そこに来てようやく A と B も俺のただならぬ様子に気づいたようで、まるで抱き合うようにして音のする方へと顔を向けた。奥に続く道からはなおも、ガボ、ガボ、という不気味な音が定期的に続き、徐々に近づいてきているのか音も比例して大きくなってきた。叫び声を上げて逃げ出したい気持ちも多分にあったが、なんとなく大きな音を上げるのはまずいような気がしてままならない。そして気がつくと、俺たち三人は水際に追い込まれてしまっていた。ガボ、ガボ、という音はなおも近づいてくる。と、その時水に濡れた岩に足を取られて B が尻餅をついた。それでハッと我に返った俺たちは誰ともなしに、早く逃げろ、と叫び、不気味な音がする奥の穴とは反対の、
出口につながる穴へと全力で駆け出した。脇目も振らず無我夢中で走り、出口まであと少し。そこで俺たちは三度目の衝撃を受けることとなった。おーおーおー。血の底から響くようなうなり声が出入り口付近から聞こえてきたのだ。876。大老たたれ奥に戻ろうにも、もうあんな不気味な場所に戻ろうとは思えなかった。俺は、足がすくみ、腰も砕けて、力なくその場に座り込んでしまった。もうダメだ。本能的に恐怖から逃れようとしてか、俺は、ぎゅっと目をつむった。ほどなくして、頭を岩で殴られたような衝撃が走る。目の奥で星が光り、幽霊に殴られた。幽霊って人を殴れるんだなぁ、と。恐怖からおかしなことを考えていると、なぜかいなくなっていたはずの C の声が聞こえた。C? おい、大丈夫か、俺 AB。え?恐る恐る顔を上げると、心配そうな顔をした C と鬼のような様相をした B 父と C 父が身を立ちしていた。三人はポカンとしている俺たちを放って、三人で話し始めた。C 父、こうの、クソガキ友が、ここにはあれほど近づくなと言っていただろうが。B 父、C、ここで遊んでいたのはこいつらだけか。C、いや、まだ、都会から来た〇〇君が。C 父、ああ、〇〇だと。どこの子だ。C、確か、〇〇さんちの孫だとか。877、C から話を聞いた父親たちは怪訝な表情を浮かべて顔を見合わせると、〇〇のじいさんは少し前に入院したはずだから、今は誰もあの家にいないはずなんだがなぁ、とつぶやいた。絶句する俺たち。じゃあ俺たちが遊んでいたのは一体誰だったというのだろうか。B 父、とりあえず、俺たちでちょっと様子見てきてやるから、お前たちは家に帰って待ってろ。そんな疑問に答えを出す間もなく、B 父に促されるまま俺たちはおのおのの自宅へと帰らされた。自宅に戻ってからは何をする気力もなく、クーラーの効いたご座敷でゴロゴロと横になっていた。父が帰ってきたのは日が沈んだ頃。血相を変えて部屋に飛び込んできた父親は俺を見つけるなり、この、バカ野郎、と言って俺を殴り飛ばした。普段は温厚な父に殴られたことに俺は、驚き、痛みもどこかに吹き飛んでしまった。呆然と父を見上げていると、父はため息をついて静かに語り出した。あそこはな、昔からあまり良くない場所だって言われていたんだよ。人が消えたとか、怪我をするって話が多くてな。開発の話が来た時も村としては反対したんだ。でも、町は強引に開発をしようとした。それで着工されたわけだが、案の定事故が多発して、開発も途中で放り投げてしまった。お前たちと一緒に遊んでいた子がどういう子なのかは父さんたちにはわからないが、もうあの鍾乳洞に行くのはやめておきなさい。これ以上父さんたちを心配させないでくれ。真剣な父親の様子に、俺は、なんとなく申し訳ない気持ちになってしまい。もう二度とあの鍾乳洞には近づかないことを約束した。それは ABC も同様だったようで、あの出来事から俺たちはあの鍾乳洞の話をすることはなくなった。878。いなくなってしまった少年についても、やはり誰かがおじいさんの家で生活をしていた様子はなく、俺たちの集団心理に伴う幻覚だったのではないか、ということで決着がついた。成人してからはもう時効だろうと思い、酒の入る席でそれとなく聞いてみたのだが、天然の水牢として利用されていたとか、戦時中は防空壕だったとか、いろいろな逸話が残されているようだったが、もはやどれが正しくてどれが誤りなのかはわからなかった。何にしても、俺は、二度とあの鍾乳洞に近づくつもりはない。あの、ガボ、という音を聞くのはごめんだし、
あの少年が今でも当時の姿のままで俺たちを待っているような気がしてならないのだ。お付き合いいただき、ありがとうございました。以上で終わりです。903。なんでCくんは父親たちを呼びに行ってたの？905。Cは岸に上がって休憩していたらしいのですが、その時急に少年の姿が見えなくなり、慌てて父親を呼びに行った。だったと思います。BC の家は自営業で、家か畑には誰かしらいたので、すぐに大人を呼びに行けたのでしょう。902、流れ読まずに10日、初めて書き込むし携帯なんで読みにくいかもしれない。私の家は昔は陰陽師拝み屋みたいなことをやっていて、名字も特殊だったりする。なぜか女にしか強い力がつかないから、昔から珍しいことに当主は女ばかり。でも最近はいろいろな血が混ざってしまって払えるのは祖母だけになってしまって、昔の形はとうに薄れてしまったので父も含め祖母の息子は、普通の仕事についてる。だけどなぜか珍しく力を持ってしまって生まれたのが私。何代目かわからないけど、強い力のある人の命日に生まれたせいだと祖母に言われました。そんな家だったことや私の力のために、幼い頃は毎日のように怖い思いをしました。それに、割と霊というのは波長が合わないと見えないもので、クラスメイトは当たり前ですが両親にまで嘘つきと言われていました。そんな時代でしたから、ある日いじめられ祖母に絶対行くなと、言われていた廃墟のような神社の社に閉じ込められてしまいました。きっと名前を出すだけで泣いていた私を面白がっていたんでしょうね。入って数十分ただただ。出してほしいと叫びましたが、不意に外から聞こえていたいじめっ子たちの声が止んでしまいました。不意にひんやりとした空気が私の方をかすめました。不思議と気持ち悪いという感覚はありませんでした。904、振り向いてはダメだよ。中性的だけど鈴のような綺麗な男性な声だったような気がします。そして彼、は私の祖母の言いつけで伸ばしていた長い髪に触れました。綺麗だ、欲しい、淡々と彼は喋ります。不意に恐怖心を感じました。祖母に、お前の魂は空っぽだから、異質なものにとって栄養になる。だからお前が食われそうになったその時は髪を切り与えろ、と言われたのを思い出しました。何度も反響するように頭の中で欲しいという言葉が響きます。震える声で背後の彼へと声をかけました。神なら良いです。言い終える会中の瞬間背後からクチャーというよだれのような声が響き次の瞬間首が涼しくなりました。ああ食べられてしまったんだなと思いながら膝が震え倒れそうになりました。けれど彼の手でしょうか腰元を支えられゆっくりと下ろされました。私は、お化けというようなものに触られたことがなく少し驚きながらも体内の熱が奪われていくのがわかります。906。そのまま、眠ってしまったのでしょうか。起きた時私は、いじめっ子の背中にいました。彼らは泣いていて、その声に一瞬気を取られていましたが背後から足音が聞こえてきました。いじめっ子たちは私を神社から出そうとするとき、扉が開かず、また出てきた私が髪が短くなっていたこと、倒れていたに驚いていたようでした。また、彼らは真っ白いもやのようなものに追いかけられたという話をしていました。私は、早く帰らなきゃいけないと思っていたので、彼らに声をかけようとしたのですが、口が開かないのです。徐々に視力もぼやーっとしてきます。聴力だけが異常に敏感になり耳元に背後から聞こえる足音が大きくなります。私は、思いっきり私を背負う男子を叩きました。そして背中から降りるといじめっ子の腕を取り走りました。
足音は大きくなります。直感的に私の視力がなくなったら、私は、死ぬし彼らも死ぬと幼いながらに恐怖を抱きました。907。私は、祖母たより本家へとただ田舎道を走っていきました。大きな門がぼやけて見えます。その前には祖母が立っています。なぜか祖母だけがはっきりと見えます。安堵で祖母に向かって走ろうとします。けれど祖母は鬼の様相で叫びました。あんたが最後に入るように二人を門に放り込め、私は、ただただ怖くて二人から手を離し二人の背中を押し門へと飛び込みました。そして最後に祖母が入ってきます。中にはいじめっ子二人の母親が白装束で立っていました。神社に行ったね。祖母が怒鳴ります。視力も声も戻らず口を魚のようにパクパクすることしかできません。祖母の指先が唇に触れ次に胸元から真っ赤な独特の匂いのする紅が口元に塗られました。不思議と声が出ます。言い訳混じりに言葉を続けましたが聞いてくれず、いじめっ子を含め本家のお経で固められた一室に、通されます。さっき追いかけてきたのが、神、だということ。昔流行っていた神社の神だが、飢饉に陥った際生贄を与えてしまったのがきっかけで病んでしまっている。私は、脇にいられて影を食べられている。確かに私の影はなかった。食べられたのは神ではなくて私が生まれつきつけている神であること。私の視力が戻らないのは神がついていないから。私は、神がついていなければ三つの時死ぬ子だったこと。今喋れるのは祖母の力で完全に戻ってるわけじゃないこと。910。いじめっ子は神がかりきで、また神社の神のお気に入りの子を。いじめられたためたたられていることを祖母から聞いた。そして最後に私に神下ろしを行う、と口にした。最悪の場合いじめっ子たちの母親が呼ばれたのは自分の息子たちの代わりの贄になるためだった。私もいじめっ子もしてしまったことに後悔して泣いていた。そして祖母は私にまっすぐ言った。お前に代わりはいない。お前と同じ霊力の奴もいない。死ぬかもしれない。さすがの私も神は払えない。だからお前の中にか奴を下ろす。良いかお前の気持ちが、邪なものに落ちなければ、きっと大丈夫。私は、あれが自分の中に落ちることが怖くて泣いた。けれど祖母に今のままなら祖母が死んだ時、食われてしまうと。また私に下ろさなければいじめっ子も危ないと。そこまで言うとうなずくことしかできない。私と祖母だけで門の外に出ることに、私は門をくぐった瞬間何も見えなくなって、倒れてしまった。意識がなくなってからどうなったかわからないけど、起きた時、私の部屋と銘打たれた本家の一番奥で寝ていた。ずっと髪を撫でられてた気がしたが周りには誰もおらず。起き上がると祖母が入ってきてただ一言、いる、と言った。915、ああ私の中に入ったんだな。ってわかった。でも変な感じはしなかった。ああ髪を触っていたのは彼かとすら思えた。その後一週間私は、みそぎりをさせられ夜になると祖母が寝るまでついていてくれました。その一週間私は、毎日夢を見て、彼の記憶だったのかはわからないですけど、人を食べてしまった日の彼の悲しみが何度も襲いかかってきた。ただの夢だったかもしれないけど、彼は人間を愛していたんだなと思ったし、私が髪をあげるなんて言わなきゃ素直に返してくれるんじゃないかって、すごく辛くなったし悲しかった。以上で私についている彼の話はおしまいです。まだまだ変わった話はあるのですが、彼がついてからは少なくなっています。今私は、高校生ですが、いずれ祖母の仕事を継ぐのかなと今は思っています。また需要があれば他のことも書き込みたいと思います。
では読みにくい文章だったとは思いますが最後まで読んでいただきありがとうございます。918、不思議な話だね。またよろしく。920、一昨日、尿意を催したので息のトイレへと駆け込んだ。用を足して、手を洗ってふと鏡を見る。そこには、当然自分が映るわけだが何か変だった。目は白目がないほどに黒目、離れ目になっている。しかも、歯並びもおかしい、まるで自分の顔ではないようだった。顔を振って、もう一度鏡を見るとそこには見慣れた顔があった。押し上げ駅で体験した話です。あれ、何なんでしょう。931、昔住んでた家のこと。父の仕事の関係で何回か引っ越していたけど、その時に住んだ一軒家、会社が借り上げているものを社宅として使っている物件だった。部屋は1階に2部屋、リビングと洋室、とキッチン、2階に3部屋、和室と洋室2つ、築20年以上で古いことは古いんだけど家も庭も広く最初は家族みんな気に入っていた。その家に引っ越してから、今思えば集中しておかしなことがあった。932、兄は成績は良い方で、それまで全然問題なく友人もいて和気あいあいとやっていたのに、成績が良いことを鼻にかけていると唐突にクラスの奴に言われていじめにあった。不登校とかにはならず成績も落ちることもなかったけど、家の中ではすごく荒れた。当時、我が家は父の意見が絶対、いわゆる暴君だった。特に兄と父は折り合いが悪く、何か見つけて父と兄は衝突していた。大体兄が父に怒鳴りつけられて終わっていたけど。父には何も言えない分、母に暴力を振るい張り雑言吐き続ける。さすがに暴力は静止したら、今度は俺に飛びかかってきて、本気で殴り合いになって俺は、腕を怪我して4針縫うし。934、俺が自分の部屋でテレビを見ているだけで、うるさくて勉強に集中できんだろがー、と、部屋に怒鳴り込んできてひとしきり暴れて部屋に戻って何かブツブツと言っている。俺は、部屋にいるだけで兄を刺激していちいち難癖つけられるのも鬱陶しいので、何か見つけてリビングにいることが多くなって、母の愚痴をひたすら聞いていた。引っ越しした年の冬、父は事故に遭って一命は取り留めたけど退院して自宅療養の間中、部屋が寒い、寒いんだ、と家中の暖房をリビングに集めて、昼夜問わず30度以上にしているし。935、俺には暑すぎて、父が仕事復帰するまではリビングにはいられず。自分の部屋でひたすら勉強するか本を読んでいた。母は母で一つ病気が発覚して、命に関わるものではないけど、現在未消手帳持ち。俺は、さりげなくクラスの一部からしかととかされたけど、軽く中二病発症中で、そんなことは気にせず、くだらねえ、とか言って、そいつら以外の連中とつるんで気楽に過ごしていた。もしかしたら、この中二病発症が当時の俺の一番の問題だったのかもしれないが。936、この家の違和感をはっきりと確信したのは、とある日曜日。兄は、家がうるさいから勉強に集中できない。と図書館へ行き、父はゴルフで不在。母と俺がリビングでぼんやりとテレビを見てると、誰もいない2階で扉を開ける音がした。兄貴、帰ってきたっけ？と母に聞くと、まだ、と答えて黙ってテレビを見てる。扉を開ける音は2階の和室の方だったんだけど、和室から出て廊下をゆっくり歩く足音。誰かいるのか？足音聞こえてるぞ？と、俺が足音のする位置を見上げてても、母は、不思議ねえ。と、気にすることなくずっとテレビを看続けている。937、誰かいたらやばくね？と言い、
何か武器になるものを探してると母は。あんたたちがいない時も、いつもあんな感じよ、と、一人の時も何かの気配があるのは日常で、もう気にもならなくなった、と話し始めた。なんでこんな時に無駄に肝玉が座ってるんだよ、と正直驚いた。それからも、その足音は時々聞こえてくることがあったが、一番長い時間地にいる母が、それを気にせずに何事もなく過ごしているならまあいいか、と思うことにした。しかし、そうは言ってもやはり引っかかり続けていた。俺は、ある暇な日に、家の中を細かく観察するように見回してみた。938。家の壁紙とか窓のない扉とかは大体布張りで、贅沢な作りだったんだと思うんだが、一階の廊下の壁には何かを拭き取ったような古い茶色いシミがあった。これ、血じゃね？と思った。しかしまさか？と思って他にも探してみた。二階の廊下にも、古い茶色いシミ。それは拭き取りもしてなくて点々となんだけど形状は、床に落ちた液体が跳ね返って壁についた、というようなもの。さらに探すと一階の洋室にも、同じ茶色いシミが床から低い位置にあった。939。これが一番強烈だった。血のついた手で、指の第一関節だけ扉に触れたような形状で、ちょうど指5本分。倒れ込んだ体勢で、ちょうどそこに手をついたような。周囲には細かく点々としぶきの跡もあった。さすがにこれを見つけた時は冷や汗が出て、これ、血の跡じゃね？何なんだよこの家。と、母に叫んだけど。そうかもしれないわねー。でも仕方ないでしょ。引っ越すわけにもいかないし。と、やたらと達観しているのか諦めているのか、母はやたらと冷静な様子だった。940。それからしばらくして、父の仕事の都合で別の県に引っ越すことになった。引っ越してから新しい家に住み始めてからしばらくして、父が唐突に。あの家はやっぱり何かおかしかった。あそこに住んでいる間はろくなことがなかった。と、ぶつぶつ言い出した。母はその言葉を聞いて。だって、あの家にいる時に、この家おかしい。って言ってもあなた聞くどころか。気に入らないなら出て行け。って怒鳴り散らすばかりだったじゃない、と、淡々と返していた。あの母の諦めているというか達観しているというか、そんな様子だったのは、その経緯があったからだったんだ、と、その時に知った。941。父も引っ越してからは少し穏やかになり、母に言葉を濁しつつも謝っていた。今思えば、父もあの家に住んでいる間は特に、暴君ぶりに拍車がかかってたかもしれない。兄と当時のことを話してみたら、思い出したくないとか言いながらも話し始めた。あの頃、俺がいつも図書館に行くようになったのは、部屋で勉強してたら、誰かのすすり泣く声が聞こえるようになったんだよ、昼だろうと夜だろうと。お前が見てるテレビの声だと思ってたけど違うことに気づいて家にいたくなかった。なんてことを言い出した。942。俺もそのすすり泣く声は実は聞いていた。だけど俺は、いじめられていることが悔しくて兄がすすり泣いているもんだとばかり思い込んでいた。兄もプライドがあるだろうからと、何も突っ込まずに許容と思って黙っていたんだ。何年も経ってから、その家に住んでた頃の友人と会おうという話になって集まった時、その町に来るのも久しぶりで懐かしいと思いながら、家のあたりにも行ってみた。友人の一人が、お前の住んでた家って、何か妙に空気が重いっていうか変な雰囲気だったよな。とぼそっと口にした。943。今はもう、家は取り壊されて小さいマンションが建っていた。あの家では一体何があったんだろうか、あのマンションの住人にも、あの足音やすすり泣く声は聞こえているのだろうか。長文語り、失
礼しました。ちょっと吐き出したくなって書いてみた。945、いかにも自爆霊って感じだなぁ。最後の最後まで誰も何も見ず、確信も持てないまま不幸になっていくのが怖い。946、やっぱり自爆霊とかそういう類なんでしょうかね。今思い出そうとしても、家の中どれだけ明かりがついてても薄暗い、そんなイメージしかない。やっぱり当時は地味に不幸だったかなぁ、と思うし。今は、当時の父と兄の確執を未だに二人は引きずってることと、母の病気が残ってるくらい。悪くもならないけど良くなるものでもなく。961、今年も水の事故多いな。俺は、全然霊感とかないけど、盆に起きた強烈に記憶に焼き付いている話。正直トラウマ、押しようと思う。今からする話は、他県で警官やってたおじさん。すでに高い。が子供の頃によく話してくれた話。よく盆には水辺に近づくなというが、おじがまだ新米の頃、盆に数人の男女が高波にさらわれて行方不明になったそうだ。後日全員の遺体が見つかり、大したニュースにもならなかったらしいが、その事故はおじの同僚で知らない人間はいないくらいに書で有名になったそうだ。事故の数日後に市民から遺体が打ち上がっている旨の通報があり、遺体が回収できたそうなのだが、その通報が問題で、打ち上げられた浜が普通の人間が立ち寄らないような場所だった。当然人は近くに住んでいないし、名前はあるが普通の地図には載っていないような浜。遺体を発見したというのに通報先の人は全く動揺していない。しかもその人は明らかに女性。極めつけは最後になぜか、本当にありがとうございました。と言って自分の名も告げることなく電話を切ったそうだ。これだけでも不思議なんだがさらに、遺体の上がった浜は回遊的にたどり着くはずない場所だった。通報してきた女性を事情聴取するために通報先を探しても、存在していない番号からかけられていた。回収された遺体の保存状態が信じられないほど良かった。などちょっとありえないことが続いたらしい。963、961の続き。事件性もなく、結局は事故として処理されたそうだが、署の若い人の中では当時この話で持ちきりだったらしい。おじは直接電話を受けたわけではなかったそうだが、会話を録音したテープを実際聞く機会があったらしく、おじ曰く。あの全く感情のない声には心底ゾッとした。そうだ。すでにおじは高いし、事実を確かめる気にもならないが、毎年この時期になるとこの話を思い出す。この話はこれで終わりだが、別にこの話がトラウマなのではない。俺が夢だ、おじと俺が一緒に泳いでいた夢だった。でも泳いでいる俺は、俺ではなかった。今でも鮮明に覚えている自分の長い髪と爪。長文だけど読んでくれた人ありがとう。そしてこれだけは言っておきたい。本当に変な夢を見たら自分の霊感とか関係なしに絶対に流しちゃいけないよ。俺は、後悔してもしきれない。おじさん、海に行くの引き止められなくて、本当にごめんなさい。977、今日あった不思議。いや怖いだな。な話。8月の2日に高校の時の友人 T から電話。留守電だけど、とメールがあって、お盆休みに飲もう。ってお誘いがあった。で、飲む場所はもう一人の友人 M がいる兵庫県の三田にしようと。この飲み会に参加するメンバーは俺を含めて3人だけ。もともとの地元は3人とも大阪の寝屋川市なのだが、俺以外は仕事の都合で T は千葉県へ、N は兵庫県に今日構えた。で、誘いのあったのは T からだった。今年の年初にも会っているのだが、そこは腐れん。了解の旨のメールを入れて、今日を迎えた。
で仕事が終わってから三田に向かい、駅を降りたところで電話を入れると、お客様のおかけになった電話番号は、となる。2から3度着信履歴から発信し直しても同じ。電話を買い替えやがった。と思い、ここで初めて犬に電話を入れた。すると、お前、電話を何回入れたと思ってんねん、T が死んでんぞ。って答えが。こいつら俺をはめるつもりやなーって普通に勘ぐったんだけど、話を聞くと亡くなったのは、交通事故。7月31日で、連絡を受けたのが8月2日らしい。運転していた T と助手席に乗っていた人も亡くなったらしい。それで犬と合流の地に彼の車で寝屋川市に戻って、まだこの時点では嘘だと思ってた、T の実家へ。すると、T の家は派手に提灯が飾られていた。恐る恐る玄関のチャイムを鳴らすと、かなり老いた女性だが、確かに聞き覚えのある声が返ってきた。T のお母さんだ。あらあら、愛くん、久しぶりやねえ。N くんの家で聞いてくれたんやね。本当にあの子らはこんな時まで一緒やねんから。と。T には4つ年の離れた弟さんがいて、てっきり兄弟で運転してたんだと思っていたら、弟さんは台所にいる。あれ？誰と一緒だったんだ？そう考えていた矢先に、T のお母さんが、N くんところはどうしてるの？と。俺が N を目で探していると、N くんにも申し訳ないことをした。で、よくわからん話だから N に直接話を受けさせようとした矢先、N くんも T も天国があるんやったら、おばちゃんが地獄に落ちてもいいからきちんと成仏させてやりたい。この時点でも N を目で探していた俺は、我に返って、え？ 24、19、W-HO、WAS、EA10、A-LIVE、BY、BLOW-BAR、&、ITS、TH-0、CUBS、メール、オンリネ、リンク。ロシアのシベリア地方に住む19歳の少女 OL が、モエスカエル呼ぶ A さんが、釣りをしている最中に、月のワグマに食われて死亡したとのこと。クマに襲われている最中に3回、母親に電話して。今、クマに食べられてるの。痛い。助けて。などと助けを求めたそうですが、母親は、また娘が大げさな嘘をついてるわ。と取り合わなかったとのことです。しかし、クマの鳴き声と咀嚼音が電話から聞こえたため、母親はびっくりして自分の夫に電話をしましたが、なんと娘と夫は一緒に釣りに来ており、夫は娘より前にクマに食われて死亡していたため電話に出ず、母親は警察に通報しましたが救助は間に合わなかったそうです。娘は最後まで母親との電話を切らず、最後の言葉は、お母さん、今度は子供のクマが3匹来てまた私を食べてる。お母さん、もう痛くなくなった今までごめんなさい、ママ愛してる、だったそうです。28、痛くなくなった。ってところが怖すぎるんだが、クマはとどめ刺さずに食いに来るんだな。239、こんにちは、初めて書き込みますので見づらい点はご容赦を。兄、新聞記者から聞いた話で恐縮ですが、兄の友人でカメラマンをしている人が、休日カメラを持って海岸を歩いていました。天気は良いのですが風の強い午後だったそうです。しばらく歩いていると離れた崖の上に白いワンピースを着た。髪の長い女性が崖の上から海を眺めていたそうです。いい絵になるかな。そう思った彼はファインダー越しに、彼女を覗き込みシャッターチャンスを狙いました。結構昔らしいんで肖像権などは今ほどうるさくなかったみたいです。ふと彼女は崖に向かい歩き出しました。まさか？不穏な空気を感じた彼はファインダーから目を外し、
肉眼で確かめました。確かに崖に向かい歩いてます。240。待てー、やめろ。叫び、走り出しましたが砂に足を取られうまく走れない上、風が強く声も届きません。そうしているうちに彼女は崖の縁にたどり着き手を合わせます。間に合わない。そう感じた彼はとっさにカメラを構えます。カシャ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 。彼の取った行動は、最後の瞬間を記録に残すこと、でした。すべて終えた彼は消防に電話をし、一通りの手続きを終えました。その後彼は現像した写真を見て驚愕したそうです。連続で撮った写真、波に消える瞬間の写真に信じられないものが写っていたそうです。最後の写真の女性は、こちらを向いて、カメラ目線で、笑っていたそうです。118。初めて書き込むので読みにくかったらごめん。高校生の時に体験した話。当時運動系の部活に所属していて毎日帰るのが8時くらい、真っ暗な中を自転車で帰っていた。家は一軒家ばかり立ち並んだ閑静な住宅街にあるんだが近所に、一区画だけ正方形に近い塀にぐるっと一周囲まれた寺が建っている。引っ越してきてから3年ほど毎日のようにその道を通っていたが、度胸のような物音を聞いたこともなければ車が止まってるのを見たことすらない。だからといって特別気になることもなくその日もアイス加えながら自転車で横を通り過ぎたんだが、ふと、その寺の方を見るとだいたい敷地の中央のあたりに2階建てての住まいの2階部分だけが見えたんだ。おそらく住職とかの居住スペースだろう。前に見たことがあるかもしれないしないかもしれない。そんな日常の景色だったんだが、その中央に一つだけ窓があった。その窓を何気なしに眺めていると塀の外に立っている電柱が視界を横切った。その一瞬の間に真っ暗だった窓から明かりがこぼれていた。ああ部屋に電気がついたんだ。そう思い、そしてまた一つ電柱が視界を横切った時俺は、生まれて初めての霊体験らしきものをした。その明かりのついていた窓が開いて、そこから誰かが身を乗り出してじっとこっち見てるの。顔のパーツは覚えていないが完全に目があった。逆光。だったのに。見間違いだと言われればそうかもしれない。本物の人だろと言われればそうかもしれない。距離もあったしそんな曖昧な見え方だったんだが俺の体は完全にビビっちゃってんの。アイス食ってたくらい暑い夏の夜だったのに一気に流れる冷や汗とガクガクに震えるからだ。だってずっとこっち見てるんだもん。うまく表現できないが見てる気配がするんだもん。全力で目をそらし自転車こいで帰宅。家族に話すも実害あったわけでもないし、先にも書いたように本物の人だろうと言われた。ただ問題は翌日だったんだ。もう一度確認したくて。というか当時流行っていた自分たちの HP の日記用のネタにするために写真を撮りに行った気がする。同じ場所に行ったんだが、まずそもそもどこにもあの2階建てての建物なんて見えないの。自転車立ちこぎしようが塀の中は何も見えなかった。塀が高すぎて。以上です。120。寺ってまともな寺だったの？それとも信仰宗教？あと、建物がなくなってたのは不思議だし恐怖感覚えるけど、目が合う九段の恐怖がいまいちわからない。窓から外を眺めて、道端からこっちを見てる人がいたら、気になってその人を見ると思う。互いに見続け合えば、実際は大まかに顔や全身を見てたとしても、目が合った感覚になるような気がするが、123。寺は一般的な形式のものでまともなものだと思います。おそらくは仏教のどこかの宗派のものです。目が合ったことですが2点、まず電柱を横切る。一瞬の間に窓を開け体を乗り出していたこと、そして書き忘れですが薄青く光って、見えた。よくホラー番組で見るような白っぽい青でした。ことで恐怖を覚えました。
ただ伝えにくいのですが、その時はまずいものを見たという、直感そのものが私にとって初めてで痛いの知れない怖さでした。134。体乗り出してはかなりゾッときた。直感的恐怖よくわかりました。詳しくありがとう。そこの住職に、聞けば何かしらわかるのかな。広島のとある田舎の団地にある廃病院知ってるやついない？一緒に行ってみないか。124。俺の住む団地の話。一軒家ばかりの団地の端っこに廃病院があるんだよ。このスレの最初に出てた廃病院かもね。広島だし田舎だし。そこの廃病院は夏になるとよく大学生やらが怖いもの見たさで来るんだけどさ。特に何かがあるってわけでもないのよ。俺一度 iPhone でニコ生実況しに一人で夕方行ったことがあったんだけど、その時も別に変わったことは何もなかった。でもさ、俺すんげえ怖がりなのね。廃病院とか昼間でも絶対に一人でいれるような度胸の持ち主でもないのにさ。なんでニコ生実況なんてしたんだろう。まあ怖いのはそこじゃないんだよ。その病院の裏庭にさ、地下が見れる小さな窓があるのね。実況終わった後で気づいたんだけど、その窓の中、よく見るとすごい数の犬猫の死体があった。白骨化した死体やら腐乱してる死体、山のようにあった。俺の中で生涯暫定1位だわこの怖さ。133、警察行け。154、黒瀬。165、おい W 地名出すな W。黒瀬だよ。151、50行くらいの短い話ですけど、書き込みさせていただきます。友達の母ちゃんから聞いた話。後になって、地元では結構有名な話だってことを知ったんだけど、気質だったらごめんなさい。152、友達の母ちゃんは、とある市立病院に勤めている。その病院には、いわゆる、もう長くない、という人が入院するための病棟があって、そこの1階に守衛さんの部屋がある。病院はいくつかの病棟に分かれていて、守衛さんは決まった時間に見回りをする。普段は敷地の見回りもするんだけど、あまりにもひどい天気の時は、守衛さんは自室で待機していることが多いらしい。で、今から20年くらい前の冬のこと。その日はひどく吹雪いていて、視界が20メートルくらいしかなかった。守衛さんが自室でラジオを聞いていると、部屋の外からドサという少し大きな音が聞こえた。屋根から雪が落ちてくる時の音に似ていて聞き慣れた音だったから、そのまましばらくラジオを聞いていたんだけど、この病院では屋根から雪が落ちてくることがないことに気づいて、上着を羽織って外に出た。153、守衛さんの部屋の前に人が倒れていた。雪が積もっているとは言っても、雪の下には氷とアスファルトがあって、高いところから落ちたらひとたまりもない。長くないことを知った患者さんがボーンで身を投げたらしい。それからしばらくは特に何事もなく過ごしていたんだけど、雪が溶けて春になった頃、また外でドサという音がした。またか、と思ってすぐに外に出たけれど、何もない。ということが何度も何度も繰り返し起きて、守衛さんはやめた。155、この話を聞いた友達とは別の友達なんだけど、子供が生まれたって手紙が来ていたから挨拶ついでに立ち寄ってみると、市立病院が建っていた場所に公営住宅が建っていて、そこに住んでいたんだよね。10年以上前、町の外れに市立病院が移転したことは知っていた。でもそこに公営住宅が建ったなんて知らなかった。なんとなく、どこの産婦人科に通ったの？一律？って聞いてみて。特に反応がなかったから本人たちは知らなかったみたいだけど、両親とか親戚とか、誰も知らなかったんだろうか。何より病院が建っていた場所に住宅を建てられるんだってことに驚いた。そんな話でした。言いたくて言いたくて我慢していたから吐き出せてすっきりです。
179。俺が小5か6だった頃の話。当時の俺は、体が本当に弱くて学校もしょちゅう休んでたんだ。平日なのに家にいる時間が多く、友達も多くなかった。ある日、いつものように高熱出して自分の部屋で寝込んでると今から物音がするんだ。母さんは買い物に出かけに行ったし、もしかして親父が帰ってきたのか?と。重たい体を動かして今に向かったんだ。そしたら頭が異様にでかい知らないおじいさんがソファーで勝手にくつろいでるんだよ。びっくりしたけど、親戚の人かと思って。どちら様ですか?あなた誰ですか?だったかもしれん。とかいろいろ聞いたんだけど。ああ、とか、うん、とかしか言わない。とりあえず母さんが帰ってくるまで時間稼ごうと麦茶とポテチをごちそうした。でも具合悪くて死にそうなので、おじいさんに。俺上で寝てるけど、もしなんかあったら言ってください。と言い残して上で再び寝始めたんだ。10分もしないうちに玄関の鍵の音とドアが開く音がして母さんの、ただいまー、という声がした。そしたらすぐに部屋に向かってきて、調子はどう?熱下がった?とか、いろいろ聞いてきたから変だと思って。お客さんリビングにいたよ。って聞いたんだ。そしたら、どこにもいなかったよ。ポテチとコップ置いてあったけど、食欲出てきた?とか言われたから、はぁ?と思って体を起こしてみると、さっきのだるさが嘘のように体が軽くなり、さらに40。今には空っぽのコップとポテチの袋があった。それからというもの、信じられないくらい体は丈夫になり、学校も休むことも少なくなって友達もたくさんできた。嫁と母さんにこの話をすると未だ信じてくれないが、あのおじいさんの声と、気難しそうな顔と、異常にでかい頭は今でも覚えている。もうじき子供も生まれるので、実家に報告しに帰省した時に思い出した。181、ぬらりひょんだったりしてね。236、今住んでるところは古い木造の 1DK アパートだけど、周りは静かな住宅地でコンビニ、駅も結構近くて、家賃もそれなりなので気に入っていた。で、そろそろ引っ越してきて1年経つし、連休が取れたので、大掃除しようと思った。まずは天井のほこりを落として、電球を取り替えて、その時、ぽとりと何かが落ちた。照明の傘?の上に何かあったらしい。畳の上には小さく小さく折りたたまれた紙切れが数十枚近く散らばっている。広げてみると全部、今日、脳みくじだった。178。私の友達にいわゆる見える人がいる。その友達と酒を飲む機会があり、今まで聞きたかったことを質問してみた。まず、見えるってどんな風に見えるの?と聞くと、だいたいその人の背後に見える。背後に黙って佇んでいるようなのは、その人の守護霊なので。視界に収まればその人にも見えるかもしれない。と言っていた。でも、だいたい視線の反対側に映るようなので見えないと思う。ということだった。そういえば時々視界の端に何か見えることがあるって言ったら。それが、背後霊だよ。と言われた。じゃあ、お前は目に入る人全部に霊が見えるのか?と聞いたら。いや、他人の背後霊は波長が近ければ誰でも見える。とか言っていた。そしたらお前は特別見える人でも何でもないじゃないか?振ってみたら。急にそわそわして。いや、俺は、その他のものも見えるんだ。まず一つはその場所にじっと動かずに周りの人を睨んだり、触ろうとしているようなやつ。で、もう一つは、と言ったきり友人は周りに視線を泳がせて口を開かなくなった。どうしたのかと思い先を聞きたいこともあり肩を叩いてみたら、はっとしたような感じで話し出した。もう一つは、その人の式が近づいてきて守護霊が離れ始まったやつ。これは、
今にも消えそうな感じでその人の上の方に浮かんでる。存在自体が薄くなっているので普通の人には見えないと思う。前におばさんがガンで亡くなる1日前に見えたのが最初だった。ということを落ち着きなく話した。聞きたいことを聞けて上機嫌になった私は、友人に酒とつまみを振る舞った。友人はやはり落ち着きなく飲み食いしながら周りを見ている。どうかしたのか、と聞いてみると。いや、気を悪くしないで聞いてほしいんだけど。と前置きをした上でこんな話を言った。店に入った時からおかしいと思ってたんだけど、さっき急に波長があって見えちゃったんだ。この店にいる人の半分以上の人の守護霊が浮いている。と言ったきり泣き出した。それから店を出るまで他のお客さんに冷やかされたり支えてもらったりで大変だった。10分の3南相馬市の居酒屋での話です。161。俺が小学生の頃の話。ある日、仲の良かった A が松葉杖をついて登校してきた。怪我の理由を聞いても、何も教えてくれない。A は交通事故で父親を亡くしたばかりだったので、俺は、とても心配した。いくら聞いても A は何も教えてくれないので、その日の前日に A と遊んでいた B と C に A の怪我の理由を聞いてみた。B と C は少し困った顔をしたが、俺が A の親友だということで特別に教えてくれた。B、昨日、A のマンションの中庭で、3人でキャッチボールしてたんだよ。そしたら C が暴投してさ、飛んでったボールを追うとして A が転んだんだよね。それで A の足にさ、俺、足に、C、落ちてきた。俺、何が、B、A の母親。俺、C、自殺だってさ、まだ生きてるみたいだけど、相当やばい状態らしい。その日 A は早退し、次の日に担任から A の母親が亡くなったという話があった。両親を亡くした A は、父親の実家に引き取られた。193、エミリー・ローズという今でも大好きな映画があるんだけど、その映画の中で、悪魔を見る寸前には予兆があるというくだりがある。焦げ臭い匂い。これは、映画を面白くするため、リアリティを出すために。付け加えられた設定なんだろう、と当時は思っていたけど、今は、少し信じている。凍ったらワカサギ釣りをやるような、北海道にある有名な湖。その周りにある、結構有名で接客のいいと評判のホテルの、ある一室で起きたことだ。5、6年前の3月。当時私は、中1だか、中2だか、父方のじいさんの南海帰化に、地元である北海道に私と私の父、母、父方の祖母、いとこの家族で集まった。特別な日だから、ホテルに一泊して美味しいものを食べたり、温泉に入ったりしよう、ということになった。というわけで私ら一行が泊まったのが、上記のホテルであった。部屋は私ら家族プラス祖母といとこ家族で二つに分かれていた。同じ6階で隣同士、結構広くて、全く同じ間取りの二部屋が割り当てられた。とりあえず片方の、私ら家族が泊まる部屋に全員が通され、おかみさんの、温泉の時間がどうだ、湖がああだ、という説明を聞いた。その時うっすらと覚えた感覚を、今でも忘れない。なんだか異様に、暗いのだ。電気もつけている。南の窓はかなり大きくて、日当たりも良い。しかしどうにもこうにも陰気な部屋。194。だが、生まれてこの法霊も宇宙人も信じた試しはない。怖いものは信じない。し。何よりも鈍感な私。含め家族。であったから、差し的にはかからなかったのも本音である。例えば、この〇〇湖で最近ね、
事故があったんですよ、ワカサギ釣りでね。こんな大事な一言も、この時は大して気に揉めやしなかったのだ。その日はただうまい飯を食べ、温泉に浸かり、うまい飯を食べ、ゲーセンでゾンビを撃ち殺し、ゾンビに噛まれ、100円がなくなり、やがて夜になった。父と私は、いとこ家族の部屋に行って、晩酌をし、ホタテの貝柱をむしゃむしゃ食べながらテレビを見た。その時期恒例の生放送のオールスターなんとかみたいな番組をやっていて、やたらとぬるぬる相撲が強い単面の人を尊敬の眼差しで見たり、大御所の空気の読めない発言をうすら笑いで流す若手芸人を見て切なくなったりしていた。その時母と祖母は、あの暗い部屋ですでに布団に入っていたと思う。そしてやはりこの時感じた妙な感覚も、私は、忘れないでいる。なぜ、こちらの部屋はこんなに明るいのだろうか？まあそれでもその時は、例えば、嫌な予感がする。だとか、そこまで切迫した感覚でも状況でもなかった。ただ、なんでだろうくらいのことだった。しばらくして、私と父は自分の部屋に帰った。北海道の室内というのは、暖かい。それもそのはず、外はマイナス2度。だがしかしその時のそれはなんだか少し湿っぽい、妙な、暑苦しさ、だった。母親の横に敷かれた布団に入る。祖母はすでに寝ていて、父親はすぐに眠ってしまった。母は寝ていなかった。私は、抱き枕がないこの状況だしあまり寝つけないだろうな。なんてことを思い、しばらくもぞもぞしていた。195、臭い、突然母が言った。なんで？別に臭くないよ。臭い、タバコ？かな？臭い。何か焦げている、母が立ち上がった。廊下から匂いが漏れている、と思ったからだろう、扉が開いてないか確認しに行った。扉は開いていなかった。そして第一、臭いは何もしなかった。なんか、変な感じがした。というのも実は私は、経緯化学物質過敏症気味で、タバコ、香水、芳香剤、シャンプーの匂いの9割を、瓶よりも臭い、と感じている。だから今でも女性の髪の匂いで吐きそうになるから人の真後ろには立てないし、雑貨店は口呼吸で入るし、化粧品売り場は息を止めて通るし、美容院では洗濯バサミで鼻をつまんでもらうことさえあった。ちなみにそういう症状というか、性癖というのは母には全くない。私は、バラの匂いが大嫌いなのに、バラの芳香剤を買ってきて、かなり本気で怒ってしまったことがあるような、私からすれば鈍感な人だ。冷静に鑑みれば、そんな私が、臭くない、というのに母が、臭い、なんてそんなわけはないのだ。ましてや、タバコの煙など私は、嗅いだだけで咳込んで、涙が出てくるほどだ。しかし断じて、何の匂いもしなかった。それでもその時は私は、完全に楽観視していた。面倒だからさっさと寝ようと思っていた。しかしあまりにも母が臭い臭いと言って、挙句の果てには非常用だかなんだかのでかい鉄の扉まで閉めてしまった時には、これはなんだかやばいんじゃないかと、さすがになんとかしてやろうと。窓を開いてマイナス2度の空気を部屋に招き入れた。よく考えれば、その状況も少しおかしい。全く寒くなかった。それほどあの部屋の空気はよどんでいたというか、じめっとしていた。窓際から改めて見る、月の光でぼんやりと青黒い室内は、やはり嫌に暗かった。今思えば、私も母も少しおかしかったように思う。196。それでも怖い、という感覚は私にはなかった。もしや祖父がついていてくれたのかな、と今になってぼんやり思う。あの時母はどれだけ嫌な感じを、
恐怖を覚えていたのか、それを考えるとゾッとする。とにかく、私と母は布団に戻った。なんだか様子が心配で、少し近くに寄って行って眠ろうとしたのを覚えている。そして少しうとうとしてきたな、そう、思った時だった。母が息を呑んで、私の腕を思い切り強く掴んだ。私は、驚いて母の顔を見ると、渋い顔をして、いや、とだけ言った。私は、母の腕をがっしり掴み聞いた。どうしたの？どうしたの？やっぱなんかおかしいな、幽霊かな、でも幽霊が出たとして反応が白すぎないかな、というかむしろ寝言なんじゃねえかな。なんて、その時は妙に落ち着いた心境だった。なんでもない、大丈夫。母はそう言うばかりで、私もそれを信じた。その後はそのまま、母の腕をがっちり握ったまま寝た。それ以降は何事もなかった。とここまでは、私個人の視点から見た体験である。ホテルも出て、北海道から埼玉へ帰ってきてしばらくした後、母が少し顔を青くして話し始めた。マジなやつ見たかもしれない、あの時。忘れかけた頃とはいえ、すぐに差しがついた。197、母はあの時あの部屋で寝ていた時に、それ、を見ていた。ちょうどうとうとし始めると、それ、が溺れていた。3、4歳の男の子が足と足の間でもがいていた。水の中で聞こえるような高高く苦しそうなうめき声。うぎぃー。腕で母の足の間を、何かを掴もうと必死になっているのだろうか、ひたすらもがくのだという。ぼんやりと影で見えるのだが、なぜかはっきりとわかった、と母は言った。そしてそれは、母が完全に目を覚ますと、消えてしまうのだという。それを実は私が来る前に一度、私がいた時に一度、二回も体験していたというから、恐ろしい精神力だなと思う。そして私が腕を握った後は、それがなくなった、そういう話だった。何も言わずにごまかしたのはな、もしあの時言ったら、お前寝れなくなってただろ、笑。母は笑うが、それは今でも大いに感謝している。確かに私がそれをあの時聞いてたら、パニックになっていたと思う。それで、調べたんだよ、ネットで。あの時おかみさんが、ワカサギ釣りで事故があって人が死んだって言ってたよな、ゾッとした。まさか。1月に、3歳の男の子が、落ちて、溺れて死んでたって。ちゃんとニュースになってた。198、おしまい。ほぼ脚色せずに書いたら、あんまり怖くなくなっちゃったかな。長文読んでくれた人はありがとう。横で母がガチの霊体験してる時に、私には何も見えてなかったっていうのがちょっと気味悪かった。あの後母にまとわりついてるとか、そういうことは全く聞かないから、もしかしたら霊じゃなくて幻覚かもね。ちなみにこの出来事はエミリー・ローズを見に行った後のことだから、それに影響を受けてたのか、何なのか。今度何もないところで焦げ臭い匂いを感じたら、気をつけようと思う。201、おつ。ただお母さんの口調が気になったんだけど、お父さんの間違いじゃないよね。204、ちゃんとお母さんだよ。ちょっと言葉遣いが悪いんだ。202、中学生で晩酌にほんのり。204、晩酌は親父といとこの父母だけだったよ多分。私は、おつまみばっか食ってた。170、コンビニで夜勤のアルバイトをしていた時の話。入って3ヶ月くらいのアルバン。同じ夜勤の人間でその日は深夜1時に上がる予定だった先輩が。今日は明け方まで残ってもいいかな？
と私に聞いてきた。うちの店は深夜1時までは2人制、1時から翌朝6時までは1人での勤務になる。別に構いませんけど、どうかしたんですか？その日は特別な仕事もなく残業をする理由などないはずだ。仕事じゃないよ、タイムカードももう切ったしね。ただ事務所に居させてくれればいいんだ。レジ内の扉の先にある狭い事務所、横に長いスペースに事務用のパソコン机、更衣室、在庫品用の保管棚が並んでいる。二人がなんとか通り抜けられるような部屋、そんな場所にあと3、4時間もいたいというのだ。先輩の家すぐ近くでしたよね？歩いて5分くらいの、鍵でもなくしました。私が尋ねると先輩は苦笑いを浮かべてこう言った。ちょっと確かめたいことがあるんだ、笑わないでくれよ。先輩の話によると、一人で夜勤をしている際、事務所にいると誰もいないはずの店内から、すみません、と声をかけられることがあるという、来客を知らせるチャイムが風や振動などで誤作動を起こしたり、逆に人が入ってきても鳴らないということはたまにあることなので、はい、お待たせいたしました。とレジ内の扉から店に出ると、店には誰もいない。また別の日、事務所で作業中、すみません、と声をかけられ、今度は扉近くの事務机で作業をしていたため、すぐさま店に出るがやはり誰もいない。さらに別の日またしても聞こえてきた。すみません、の声に素早く防犯カメラのモニターを見るも、店内はもちろん店のすぐ表を映しているカメラにも誰も映っていない。こんなことが週に1、2度はあるのだという。君はそんな経験ない？先輩は最後にそう尋ねてきた。自分も週に2回ほど夜勤をしているがそんなことがあった覚えはない。私が首を横に振ると先輩は、そうか、と再び苦笑いを浮かべて、とにかくよろしく頼むよ、と事務所に入っていった。171。それから2時間が経ち深夜3時。その日は来客もほとんどなく、先輩の協力もあって、作業も早々に片付き私たちは事務室でおしゃべりをしていた。人客話が盛り上がり私がのんきにも先輩が残っている理由を忘れかけていたその時。すいません。自分のすぐ後ろ、店内へと続く扉の向こうから声が聞こえた。先輩の話を思い出した私が先輩を見ると、モニターを見ていた先輩は私の視線に気づき首を振る。やはり誰も映ってはいない。内心焦りながらも私が、レジ近くにもカメラの死角ありますし一応確認してきますね、と。店内に出るために扉に手を伸ばすと、待て。おしまい。